はい、ということでですね、今日は私の方で今の時代のスタートアップの立ち上げ方というテーマでお話をしていきたいと思っております。よろしくお願いします。約90分ぐらいお話しさせていただいて、その後皆さんのこう質疑応答ですね、こう本当ディープな内容を何でもこう聞いていただいて、お答えしていきたいなと思っております。まずは自己紹介から、まあ、スタートアップとはから入っていって、今後の僕の展開についてお話しできたらなと思っております。それではまずちょっと自己紹介ですね。僕のことをもうすでにね、知ってる方もいらっしゃると思いますけども、これからスタートアップやっていくとか、今やっていてもっと、こうね、良くしていきたいと思っていらっしゃる皆さんに、そのもう僕のこう、昔から起業した頃から今に至るまでの、をちょっとコンパクトに、今回後半部分、スタートアップとはからの部分を分厚めに話したいので、ちょっと自己紹介をちょっとライトにいきたいなと思っております。日本時代とシリコンバレー時代と現在のちょっと3パートに分けてお話ししたいと思っているんですが、日本時代ですね、1996年の高校3年生の時にこう、インターネットと衝撃的な出会いをして、それでネットでビジネスで稼ぎ始めるということをやり始めましたということですね。で、そこから3、4年後、2000年ですね、大学3年生の頃にこうインターネットで台湾人と出会ってですね、その台湾人が翌月にロサンゼルス留学するっていうんで、で、僕もね、こう、付き合いたいと思っていた人が留学するっていうわけですから、いや、俺もちょっとじゃあロサンゼルス行こうかな、みたいな感じにこう、なり始めまして。で、それから、実際、当時はですね、そもそもアメリカに全く興味なし、英語に全く興味なし、ロサンゼルスがどこにあるかも知らない、みたいなそんな状態で、ただ彼女を追いかけていったところが、ロサンゼルスだったっていうだけなんですね。で、ここでちょっと一つ言いたいのは、やっぱりその起業するにあたって、なんか若い方とかですね、なんか、社会貢献とか、高尚ななんかね、目的とか、ないといけないのかなと思いがちだと思うんですけど、いやいや、そんなことないというふうに僕思ってましてですね、僕も、ね、お金が欲しいと思って、普通にこうネットで、ビジネス、ね、高校3年生の時にちょこちょこ稼ぎ始めながら、留学した、で、彼女を追いかけていったら、たまたまですね、2000年だったんですね。ドットコムバブル全盛だったんです。で、まあ、その時ちょうど中小企業がホームページを持ち始めて、僕的にはこう全部ポンコツに見えたというところから、ホームページ売上アップ支援の事業を始めたのが2000年と。高校3年生からまあビジネスを始めましたけど、それはまあ、もうなんか、メルカリで売り買いするようなぐらいのレベルのビジネスとは言えないというか、もう小遣い稼ぎ程度のことだったので、2000年を創業というふうに言ってますと。で、ここ見てわかるようにですね、僕もですね、普通にこう、お金が欲しいとか、彼女が向こう行ったから追いかけたみたいな、だからもう本当に社会貢献とか、なんかそんな高尚な目的がなくても、若い頃は本当に儲けたい、女にモテたい、そんなんで全然いいんだと。で、それやりながらだんだんこうね、理念とかできてきたり、ビジョンができてきたり、で、俺だけ儲けたい、俺だけ儲けたいって言っても誰も人ついてきてくれないので、なんで儲けたいんだろうって言って、こう、どんどんこうね、自分でこう、内省して考えていって、その中でこう、なんで俺はこのビジネスやってるんだろう、なんで起業したくなったんだろうっていうところをこう、しっかりと見直していけばいいのかなというふうに思うので、最初からそんな、高い目的がなくても大丈夫だというふうに僕は思っています。で、1年間ぐらいロサンゼルスで留学して、そこで起業をして、で、日本に帰ってきて大学卒業して、2004年に法人をね、設立するんですが、日本に帰国で法人化しましたが、私も高校生の頃、体育会系の部活の主将をやってましたので、マネジメントも体育会系スタイルでやってましたので、社員がですね、どんどん辞めていったんですね。まあ、それまでは外注だったんで、外注っていいですよね。やった分だけ払う。でも、採用したら、この当時の給与形態でいうと、月20万円で週6日で朝9時から夜の12時ぐらいまで働くのが当たり前。で、2ヶ月に1回は2週間の合宿で、その2週間はほぼみんな寝ずに仕事するっていうのをずっとやってたというような、超ドブラックな会社をやってましたと。まあ、企業当時ってね、まあ、そんなもんだと思うんですけど、創業メンバーがね、次々にこう辞めていくということがありまして、で、最初はですね、根性ないなとかですね、やる気ないなとか、こんなもう若くして仕事にね、こんな没頭できる、こんな素晴らしい業界、ビジネスはないんだと僕は思ってたんで、もうずっと寝ずにでも働けるぐらい、こう、楽しくて仕方がなかったですね。これをやらなきゃみたいな感じにこうなってたんですけど、どうやら周りはそうではなかったというところがありまして、それに気づくのに結構時間かかったんですね。で、次々辞めて、5人中3人が辞めた時に、ちょっとさすがに僕も気づき始めてですね。で、学ぼうと思ったんですが、その時もまあ、体育会系マネジメントからの
まあ、お腹痛いとかですね、頭痛いとかでこう出社できないみたいな社員が出てくると、頭痛いのは君の脳の血管がちょっと詰まっとるんやと、ビールを飲めと、アルコールで血管が緩んで頭痛なるぞというふうにですね、飲ませると、やめると、当然ですよね。当然なんですが、そういうマネジメント普通にやってたんですね。でこれまずいなと思って、で経営のちょっと勉強しないとと、やっぱりスキーでもスノーボードでもそうですけども、やっぱり我流でやると頭打ちすると思うんですね。ピアノでもクラシックでも何でも自分で一から学んだら頭打ちきます。最初にやっぱりこう基本学んで、そこから応用ですよね。いきなり応用からやると厳しいので、僕もまだ経営者としてはこう絵で言うキャンバスですかね、キャンバスはまだ白紙に近い状態だというところで、この時に一回自分で書いてしまったらなかなかこう消すって難しいけども、白紙に近い状態だから、今だからこそ思いっきり徹底的に学ぼうということで、この時すでに会社ボロボロだったんですけども、社員にお願いしてですね、あと1年待ってくれと、この1年待ってくれたら僕はすごい経営ができるようになるために成長するからということで、宣言してですね、1年間で1000人以上の経営者に会って、僕の経営の悩みであったりとか、その皆さんから学んでいくということをやりました。たった1年なんで、1日3時間以内ぐらいの睡眠時間を1年間、期限付きだったんでできたんですけども、朝6時の倫理法人会から午前午後は経営の研修に行って、夜はまた違う経営の勉強会に行って、夜は懇親会行って、で私たちのサービスは2000年からロサンゼルスでスタートしているので、電話がない会社でメールのみだったので、お客様もそんなリアルタイムレスポンスを望んでいるビジネスモデルじゃなかったので、昼間答えられなかった、社員が答えられなかった質問は僕が帰ってきてから、まあ、社員も残って働いてましたから、そこで僕がフォローして返事して、また次の日朝6時に出かけていくみたいな、そういう生活をしてたんですね。メールだけでやってたから、なんとか会社が、ね、そんな 4,5 人の会社だったけれども持ったんですね。でここでやっぱりいろんなその経営者に学ばせていただきましたと。でやっぱりこのいい経営者っていうのは社員を大切にしているし、自分のビジネスにこうね、こう本当楽しそうに話すし、これは非常にこう学ぶところが多いなと。で僕が経営ってやっぱあれですよね、大学とかと違って、全員が同じ土俵じゃないですか。で目が、ね、出てくるような人がいたら、先輩経営者別に潰しに行くわけですね、可能性とか。だって敵ですからね、ある意味。なので本当にこう10年20年選手がいる同じ土俵にこう真剣勝負で戦いに行かないといけないので、そんな中でいい経営されてる経営者が社員を大切にしてたり、ビジネスもワクワクしながらやってたりみたいなことをですね、見させられると、僕が生き残っていくには、経営者1年生として生き残っていくためには、社員大切にするレベルじゃなくて社員第一主義であるということで、社員第一主義で社員満足が高ければ、社員が満足しているから顧客を満足させようという気になるというところで、顧客満足が生まれ、それで利益が出るというところでですね、それをやっていこうと思いました。で2006年からもう一気に外に出ていくのをやめて、徹底的に社内を改善しまくったんですね、2006年7年。そしたら改善するところがもう見当たらなくなって、でも絶対まだあるはずだと、でも自分の見えてる範囲では全部改善しきったと思ったんですけど、そうだなと。この時に、まあ、会社の健康診断とかもやり始めたんで、社員のですね、組織の健康診断もしたいなと思ったんですね。健康診断って病気になる前のこの潜在的な問題、例えばその血圧が高いとかですね、なんかそんないろんなその直接今なんか心筋梗塞になるかどうか分かんないけどもみたいな、そういうなんか肝臓の数値が高いとかですね、そういうのも潜在的な問題に見えるから組織の診断みたいになるんじゃないかと思って探して見つけたのは、リンク&モチベーションという会社の組織診断でした。でそれで受けてみたらですね、その時点でもうすでに日本1位だったんですね。でも日本1位かどうかなんか全く興味がなくて、その中で出てきたその潜在的な問題をまた解決すると、翌年また日本1位になったということですね。で、2008年、シャインマズが日本一になりましたと。で、これは別に興味がなかったんですけども、僕たちは2000年からホームページ売上アップ支援サービスをやってたんですが、もう2008年ぐらいになってきた時に、僕たちのビジネスモデルだと、だんだんこれは頭打ちしてくるなと見えたので、もう新規をストップしたんですね。メインの主力事業で、それだけで飯食ってるのに、その新規事業を新規止めるって言ったんですね。もういきなり全部止めたら死んじゃうんで、でも既存のお客さんだけで回していくんですけど、一定の解約数があるから、もう社員も背水の陣ですよね。でも絶対社長本気やと、この事業ほんまに捨てる気やという感じで、
新しい事業を立ち上げて始めたんですね。それが今でいう働き方改革支援、当時はそんな言葉なかったので、業務効率支援って僕たちは言ってました。業務効率アップだと言ってたんですね。この時も2000年の頃から、SEO 対策支援みたいなことやってたんですけど、 SEO っていう言葉がなかったんですね。僕たちが始める時大体言葉がない時代で、一般的には、こうブームになる10年前ぐらいにこうやるんですね。で、当時は何言ってた？検索エンジン上位表示って見られたんですね。検索エンジン上位表示対策と、検索エンジン最適化ってだんだんなってきて、SEO ってなってきたんですね。で、この時は業務効率支援みたいなことやってて、当時、ね、今の G Suite の Google Apps の日本第1号代理店になって、これが日本の中小企業が使うべきツールだと、Google に交渉しに行って、代理店制度が日本にない時に交渉して、で、Google がアメリカの契約書でもいいですかみたいな。あ、いいですよと。もうとにかくこれは日本人が、日本企業が使うべきツールなんで僕は契約結びますと言うと、なんかもう2センチぐらいの分厚い紙のですね、英語の契約書で、それを結んでください。もう文言は一つも変えれませんと。内容を見ると何かっていうと、何があってもお前が悪いっていう契約書なんですよ。なるほど。でも売るためには飲まないといけないので、わかりましたということでサインして売り始めて、で、あの Google の翌年 Google マーケティングアワードみたいなのを受賞して、日本ですごい Google Apps を広めてくれたっていうふうになったんですね。で、シャインマツが日本一になりましたと。で、ワールドビジネスサテライトにも取り上げられて、社員のやる気を上げるナンバーワン企業みたいな特集されたりとか、あとは CNN ですねにも取り上げられて、ハッピエストカンパニーインジャパンという形で取り上げていただいて、まあね、最も幸せな会社の日本版みたいな感じですね。で、当時の僕と、で、これ Google のマーケティングアワードで、取り上げていただきましたよと。で、当時から全社員トリプルモニターですね。これ2008年ぐらいですね。今でこそデュアルモニターとか当たり前になってきましたけども、うちはもう全員トリプルモニターでやっていてみたいな。で、まあ、会議室もかなりバランスボールでやっていて、まあ、ハロウィンパーティーやっていてみたいな、まあ、そんな感じで、やってましたということで取り上げていただいたと。で、出版したんですね。シャイン満足度の本でやったりとか、いろんな本出したんですけども、その3冊とも Amazon 総合ランキングで1位を取りましたと。皆さん大体ジャンル別で1位になったって言うんですけど、ジャンル別1位ってそんな難しくないんですね。総合1位ってなると、AKB とかと戦わないといけないんですね。なので非常にこう厳しいんですけども、そこを僕もずっとマーケティングやってきたんで、Amazon で総合1位取らないと、ダサいなと思ったんで、3冊とも取りましたということですね。そしてシリコンバレー時代ですね。2011年なんですが、2008年ぐらいでシャインマツが1位になって、2009も1位になって、でもそこから、診断を受けなくなったんですけど、2010年ぐらいになった時にはもう取材とか、執筆とか、講演とかばっかりで、結構アウトプットばっかりだったんですね。当時32歳ぐらいですかね。なんかもう、50代、60代の経営者の前で、経営はこうするんですよって32歳の時僕が言って回ってて、俺これでいいんかなっていうのもありましたし、あれとふと振り返ったんですね。2000年にロサンゼルスでドットコムバブル全盛の時に、起業してアメリカインターネットすげーってなってたのに、10年経って日本の IT 企業が全然こう世界で戦えていないというのを知ってですね、これじゃまずいなと、誰かがやらないといけないと。で、僕はこの2005年の経営者で学んだ中の一つ目の一番大きな指針として、原因自分論っていうのがあったので、全ての原因は自分にあるんだという考え方だったんで、じゃあ世界で IT 企業で日本企業が戦えていないのであれば、誰かがやるのを期待するんではなくて自分でやろうということで、2010年ぐらいから開発し始めたのがチャットワークだったんですね。で、次出すプロダクトは必ずグローバルを狙うビジネスだけ、儲かるビジネスはいっぱいあるけれども一切捨てて、日本企業が世界で戦うプロダクトを作るなって言って開発し始めたのがチャットワークだったんですね。で、その時にはもういろいろ取引先は全部スカイプチャットでやってたんですね。メールを使ってる会社とは今は同じぐらいでも、我々はスカイプチャットを使って生産性すごい高いと。で、メールを使ってる会社、電話を使ってる会社はもう生産性遅いと。そんな会社とつけてて、こう離れていくからいずれ破綻するから、スカイプチャットでやり取りできない会社はお付き合いしませんみたいな。お客様だけメール、取引先は300社以上全部スカイプチャットみたいな感じでやってたんですね。で、非常に生産性高かったんですけど、スカイプチャットで、社内ではパワーポイント禁止、もうマインドマップを使った会議やります。で、クラウドを徹底的に活用して、Google Apps を使う前から、Gmail の無料版から Google Apps のように使っていたりとか、あとはその動画を徹底的に活用する。
今もこの動画をね撮ってますけども、一回話してもう一回聞かせたい話は全部動画に残してもう一回それを聞いてもらう、同じことを繰り返すのは IT が得意なので IT にさせるということをやってたりしてたので、徹底的に業務効率のことをやってたんですけども、ついてこれる会社が 1-2% もなかったんですね。僕たちは日本の企業を IT でこう良くしていきたいっていうのが経営ビジョンとしてあったのに、ほとんどの 98%、9% の会社がついてこれない。 1-2% はもっとないですか、もっとないですかってどんどん二極化していく。その原因何かっていうと3つあったんですね。まず生産性上がるって分かってるけれども、そこに投資ができない。なぜなら働き方改革の5年10年前だからですね。働き方改革が2015年ぐらいから急に安倍総理が言い出して、日本が一気にえいやーって働き方改革に急にねなりましたけども、この当時業務効率上げましょうって言っても、売り上げ上がらへんやんみたいな、いや働くのは別にみんな別に終電まで働きゃいいねみたいな、そういう風潮だったと思うんですね。もうだんだん3年前ぐらいからそんな変わってきたから、そんな時代だったっけなっていうかもしれませんが、当時本当に誰も業務効率興味なかったんですね。でその時にだからソフト使ったら生産性上がりますよって言っても、でもソフト買わないといけないんだよねっていうハードルがありました。でそして、業種によっては僕たちの IT 活用だったらパソコンにこうデスクワークの会社にはすごいいいんだけれども、外回りとか、建築業界とか、ちょっと違う業界だとあんまり生産性その効果が分かりにくいみたいな、一部の生産性上がるツールでも IT 苦手な業界だから無理なんだよねとかですね。でもう一つが IT 苦手な人ができない、だから無料有料であること、そして業種にと縛られること、さらには IT が苦手な人ができない、この3つの問題解決しないと日本の生産性って上がらないなと思ったので、そこで次作るサービスはグローバルを狙うっていうことと、この3つの問題を解決してるっていうこと、この3つをクリアしたいなと思った時に出てきたのがチャットワークだったんですね。僕たちはもう何に一番依存してるかっていうとスカイプチャットだったんですね。スカイプチャットがないと仕事ができない、通話はおまけだったんですね。あのチャットがいいんだということで、そのチャットをですね、スカイプジャパンの社長と飲んでる時に、このスカイプチャットはもっと中小企業向けに、作るべきですと、そうしたら日本の生産性は上がるんだって言った時に、スカイプジャパンの社長がいやルクセンブルグ本社はそういう法人向けのツールって出すつもりないと思いますよみたいな、ああそうですか、出さないんですね、わかりましたみたいな感じで、そこから、まあ、開発に着手と同時に、僕たちがやろうとしている、やろうとしていたそのチャットワークっていうのはインフラになるような領域なので、インフラになるような領域っていうのは大企業が入ってくるんですね。その携帯のインフラというかね、ドコモ、au、ソフトバンクみたいな、そういう超でかい会社がこういうところに入ってくる。ビジネスチャットなんてまだ誰も大企業興味持ってない時期だったんですけど、彼らがいずれ参入してくるぞと。でスカイプは個人向けで、法人向けはちょっと当分出さないなと。で、Google は Google Wave っていうチャットをですね、2008年か9年出して失敗したんです。撤退したんです。Google の再参入は先だな。Facebook は個人向けだな。Microsoft はクラウドが弱いな。LINE もなかった。みたいな、そんな時代なので、いけると。5年ぐらいは猶予があるぞということで、いけーっつってこう、思いっきりぶっこんだんですね。それで2010年にチャットワークを開発し始めて、2011年の3月にリリースして、で、最初からグローバル目指していたので、2011年の3月にリリースして、LINE は6月にリリースしてね、LINE より早かったんですね。ですからもう本当に、ネットで検索、チャットワークって検索したら、当時、ビジネスでチャットってお遊びでしょみたいな。そういう認識だったんですけど、Google でチャットワークで検索すると、1位チャットワーク。2位、3位以下全部チャットでね、チャットレディー募集みたいな、出会い系のチャットのお仕事を探すページばっかりが2位から全部で、チャットワークでーすって検索したら出会い系の求人ばっかり出てくるみたいな、もうやばいーって言って、消せーみたいな、早くブログ書いたり、記事に取り上げてもらったりして埋めろーってこうね、1、2週間で全部10位まで埋めましたけども、そのぐらいの時代だったんです。ですからチャットとワークつけたのは、もうチャットは仕事に使うものなんだということで、僕たちチャットワークっていう名前を意図を込めてつけたんですね。で、6月には LINE が生まれた月ですけども、僕がもうシリコンバレーに乗り込んでいって、SF ニューテックっていうですね、サンフランシスコのイベントでプレゼンをするということですね。
人生初めての英語プレゼンをですね、350人のアメリカ人の前とオンラインで1500人ぐらい見てたんですかね。そういう場でですね、プレゼンをして、で、絶対これはシリコンバレーでも新しいはずだということで、刺さるだろうと思ったら、全然なんかポカーンとしてたんです。あれと。これ僕のプレゼンが悪かったのかなとかですね、いろいろ思うようになりまして、で、じゃあ、僕がアメリカ人の考え方、働き方を知らないんだろうと思って、どうしようかなと思った時に、アメリカの会社にインターンしようということで、社長自らインターンさせてくれと。すると、向こうもね、すごい、最初びっくりしたんですね。大学生を受け入れたことあるけど、社長を受け入れたことないと。しかも43って IT 苦手なんだよねと。デザインもできない、プログラミングもできない、パワーポイントもできない、ワード、エクセルも触れない、そんな社長何しに来るんですかと。いや、とにかくアメリカ進出で勝ちたいんだと。で、彼らは日本に進出したいって知ってたんで、バーターでどうだと言ったんですね。なるほど。まあ、いいですよ。みたいな感じで、OK 出たんですね。そういう時にこうアメリカ人のね、こう、緩いところが助かりますよね。なんかとりあえずやってみましょう、みたいな。で、これで社長室に IKEA の机と椅子を用意してもらって、ここで2ヶ月間インターンをするということをしましたと。で、この9月ですね、この2ヶ月間でアメリカのマネジメントとアメリカのマーケティング手法が日本と全然違うということが分かって、これはまずいと。僕自らアメリカに行ってやらないといけないなということで、諦めて、2ヶ月学んで日本から空中戦で世界取ろうと思ってたんですけど、無理だと。マーケティングをローカライズしないと無理だということが分かったので、諦めましたと。で、2012年にシリコンバレーで家族で移住して、で、そこから2014年ぐらいにシリコンバレーで、ビジネスチャットブームがようやくやってきます。シリコンバレーの方がビジネスチャットブームは3年ぐらい遅かったんです。なぜかというと、チャットワークが早すぎたっていうのもありますし、アメリカ人は結構メールをチャットのように使ってるんですね。日本みたいなお世話になっております。先日はありがとうございました。あんたかんたらって書かないんで、要件だけバーンって書くんで、メールをチャットのように使ってたから必要性が日本より低かった。そういうのもあったので、遅れてきたんですけど、で2014年ぐらい、15年ぐらいからわーって来始めて、で、なんか僕たちも競合がちょろちょろ出始めたなって思ってたんですが、基本アメリカ向けだったんですけども、気にしてなかったんですね。で、僕たちも先行してるし、機能も買ってるし、と思ったんですけど、次々ね、調達し始めて、もう何百億って調達し始めたんですね、ビジネスチャットが。で、どうしようどうしようってなってて、僕たちは他人資本は入れない、上場しないっていう方針の会社だというところでやってたんですけども、ついにですね、エバーノート、ね、ノートのアプリ、エバーノートがですね、ビジネスチャットに参入したんです。エバーノートがチャット、ビジネスチャットやってるってご存知の方、ゼロ、あ、一人。30名ちょっとで1人っていうことですね。それぐらい認知度ないんですけど、僕らはやっぱり今まで競合出てきたとしても、アメリカ市場を向いてるから全然気にしてなかったんですが、エバーノートで日本もすごい浸透してるし、ビジネスチャットに参入してきたんで、これはまずいと、これなんとかしなきゃいけないと、足もガクガク震えるぐらいやっぱり殺されるぐらいの感じのですね、震えが来たわけですよね。そしたら、彼らのしかもチャットの名前、何か知ってます？我々チャットワークじゃないですか。ワークチャットって。何これみたいな。本当はチャットワークで付けたかったんじゃないかみたいなぐらいのひっくり返したワークチャット。もうワークチャットで検索してきたら、エバーノートの今もまだどっかの奥の奥に追いやられたそのビジネスチャット機能があるはずなんです。見てみてもらったらまたいいんですけど、もう全然多分ね、誰も使ってないんですけど。で、これあかんということで取締役会で、もう社運かけて人生かけてシリコンバレー乗り込んでるのに、自己資本にこだわって、中途半端に終わるんやったらもったいないな。でしかも僕たち社員第一主義でやってるから、やっぱり他人資本を入れたり、上場したら株主第一になるからやらないって言ってたけど、よくよく考えたら社員第一にしたら、ね、顧客満足度もうちも高いと。で顧客満足してたら利益出るよねと。利益出たら、株主って利益が出たら満足するわけじゃないですかと。ってことは、普通は他人資本を入れると株主、顧客、社員の順番が当たり前だけども、うちは調達するときから、社員第一主義は変えません。顧客第二です。第三が株主です。という優先順位変えません。でも、株主は利益出てたら、株が高くなればいいんですよねっていう話なので、そのままでもいけるってなって、これで、もうこれを機に、どうせだったら、思いっきりボカーンって跳ねるか、思いっきりボカーンって散るか、どっちかにしようって取締役会で言ったんですね。そしたら、取締役2人がですね、
昔からそう思ってましたよって言ったんですよね。あ、15年間自己資本にこだわってたのは俺だけだったんだみたいな。5分で15年の方針が切り替わり、そこからですね、今まで全部 VC とか証券会社とかの問い合わせを全部切ってたんですね。でもあまりに問い合わせが来るから、我々はしないこと14箇条、インターネットを活用できないことはしないとか、訪問もしないし電話も受けない、そしてこう他人資本入れない、上場しない、経営理念を共感してくれる会社じゃないと、いくら売益が出る会社でも取引しないとか、もうそういうのを全部しないこと14箇条って書いて出したんですね。で、そこに他人資本入れないって言ってんのに、そのしないこと14箇条面白いって言って、また問い合わせが増えるみたいな。でも全部断ってたんで、いざ調達しようと思った時に、誰もつてがないっていう状態になりまして、これまずいなということで、で、後輩経営者が調達とか結構やってたんで、でそこでもう、みんな、ね、ビデオ会議でバーって連絡して、ここだけ話教えて、ここだけ話教えてって言ったら、ここだけですよって言って、うわーってもう全部ね、いろんな情報を教えてもらって、なるほど、調達ってそうやるのね、みたいな感じで、こう、やり方見つけ出して、でそこから調達を始めて。で、1回目3億円、2回目15億円調達して、計18億円 VC から調達して、当時2016年の段階では結構日本でもトップクラスの調達金額だったかなと思います。で、2017年ですね、上場準備でこう日本にこう帰国することになったんですね。なんでかっていうと、これまたなんで日本に帰国決めたかっていうのはまた後ほど出てきますけども、我々のポリシーとしてもやっぱりこう、起業するときって、諦めの悪さってすごい重要なんですね。もう諦めの悪さがないと、起業で絶対成功できないっていうぐらい諦めの悪さって大切なんですけど、諦めが、不器用に悪すぎると死ぬんですね。それで死んだらダメなんですね。このバランスってすごい難しくて、諦めは悪くないといけないんだけど、悪すぎて死んだらダメなんです。ここの見極め、これが難しい。で、僕もだから日本帰ってきて、じゃあマザーズ上場させて、もっとチームをグローバルにして再参入するぞみたいな、そういう感じで向こうに会社を残しながらやったんですね。で、帰ってきて2018年谷上プロジェクトというですね、神戸の街づくりみたいなところですね、やったんです。で、これなんでやったかっていうと、日本帰ってきたら会社からはですね、社長にはぜひトップ営業やってほしいですというふうに言われて、トップ営業もやってたんですけど、日本帰ってきて創業経営者しかできないようなことをやりたいなと思ってた時に、トップ営業ばっかりやってもあれだなと思って、で、こう街づくりをしながら、そこからチャットワークを広げるっていうことも一つね、できないかと。日本のやっぱ問題を解決しながら、チャットワークも普及できるっていうことができないかと思って、IT 巨人たちですね、Google、Facebook、LINE、Slack、Cisco とかいっぱいあるんですけど、彼らがやれないマーケティング手法として、僕は地方創生プロジェクトっていうのは一ついいんじゃないかと思って、やってて、めちゃくちゃやったんですけど、それがですね、想定以上の大反響がありまして、で、もう本当にキックオフイベントをまだやるって言ってから3ヶ月後ぐらいにこんな状態になったんですよね。で、知事も来て、市長も来てみたいな感じで、すごいことになったんですけども、日経新聞、神戸新聞、産経新聞取り上げられて、NHK 取り上げていただいて、でも、こう、すごいことにね、なったんですが、すごいことなりすぎてですね、クラウドファンディングやるってなったらですね、兵庫県歴代1位になったわけですね。2600万、初めてのね、資金調達、クラウドファンディングだけども、1500万を集めるぞっつってですね、やったんですけども、そしたらね、応援すごいいただきまして、で、2600万集まって、これ集めるのやっぱすっごい大変だったんですね。で、もう、当時も1日、30分の刻みの予定ばっかりで、1ヶ月半、2ヶ月先まで埋まってて、で、30分の予定入れようと思ったら、1ヶ月後になりますとかですね、あともう土日も神戸でめちゃくちゃこうやるっていうこと で、さらにこれが僕も自分の中すごいプレッシャーが大きくて、思いっきりこう、やってたがゆえに、これで燃え尽きてしまったんですね。で、これで燃え尽きてしまって、これこのままいったらもうほんま死んでしまうっていうところまでなんか、来て、これはダメだっていうことで、退任みたいな感じで、だから、ね、応援していただいた方とか、チャットワーク使っていただいた方がすると、突然あのさんあんな元気やったのにいなくなって、みたいな感じだったんですけど、もう、ちょっと、上場準備と、東京とね、神戸の行き来と、で、街づくりで、もう、これ、そういう感じになって、ちょっと思いつきたっていうところがありましたと。で、それで CEO を退任するっていうことになって、で、弟にこう任せるという状態になりましたと。で、弟に任せるんですが、まあ弟も、僕がシリコンバレーにいた時、5年間日本で回してましたし、もともと僕はシリコンバレーから上場しようと思ってたんで、
5年間リモートで、チャットワークの社長だからリモートでマネジメントするっていうのを実証実験やりながら、だからあのチャットワークは便利なんだし、便利だし使えるツールなんですよっていうのをこう自分がこう模範となって実験してたんですけど、それは全然良くてずっと成長し続けたんですね。でリモート上場できたらめっちゃかっこいいななんて思ってたんですけど、もうちょっとね日本帰ってきて、そういうちょっと気合い入れすぎたところもあってそういう感じになりましたと。で半年ぐらいですね、もう本当にこう静養するような状態が続いて、で2018年ぐらいの末ぐらいからまた活動再開するみたいな感じで、2019年半年間の静養の後、今40歳になりましたけども、人生第2章みたいな感じのスタートになりましたということです。ちょっと自己紹介、20分ぐらいで終わらそうと思ったら結局30分以上喋ってましたねっていう、まあ力入っちゃいますねっていうこと、まあでも残りもあのどんどんね話していくと思います。ここからはじゃあ本題になりますということですね。スタートアップとは、まあ、動画見ていただいた方がね、ご存知なんですけど、ほとんどの方がベンチャー企業とスタートアップの違いが分かってないんですね。同じように使ってるんです。ベンチャー企業とスタートアップの違いは何かっていうと、まあ、チャットワークさんってもう十何年もやってるし、こんだけ大きいからスタートアップじゃないですよねって言われるんです。いや、違いますと。スタートアップですと。何かというと、定義が全然違うんです。ベンチャー企業。日本で言うベンチャー企業。アメリカでベンチャー企業って言わないですね。スモールビジネスって言うんですね。でも日本ではそれをベンチャー企業ってね、新しく立ち上げた会社をベンチャー的にとかって言うと思うんですけど、それはあの和製英語的なところですね。ベンチャー企業、日本の定義は本当は新しくできた小さな会社っていう感じなんですけど、スタートアップっていうと、どういうことかというと、会社の設立年数や規模は関係ないんですね。だから我々十何年経ってからスタートアップになったんですけど、じゃあどういうことかというと、スタートアップっていうのは何を実現しようとしているかとか、どんなチームで構成されているか、存在意義や組織の構成、成長スピード、収益方法、目指すゴールによってスタートアップか、まあ、スモールビジネスかという使い分けなんですね。定義は、新しいビジネスモデルを開発し、ごく短期間のうちに急激な成長とエグジットを狙うことで一攫千金を狙う人々の一時的な集合体っていう。だからもう資金調達して上場もしくはバイアウト、売却のどちらかを狙う集合体みたいな感じがスタートアップっていうことですね。存在意義は今までにないイノベーションを通じ人々の生活と世の中を変えることなんですね。これがスタートアップです。ですからこうスタートアップ的にとかってよく言われるんですけど、全然違うけどなと思いながらもいちいち突っ込んでもめんどくさいですね。ほったらかししながら、そうですよねって言いながらこう言ってるんですけど。まあそんな感じです。本当のスタートアップの意味ですね。はい。そして、スタートアップ起業家。だから、上場させるぞ、バイアウトするぞ、みたいな、本当にこう、もう24時間仕事やるぞぐらいな起業家じゃないと、無理なんです。普通の起業で、10人、20人ぐらいまでの会社でこれでいいという感じでいくスタイルももちろんあるし、思いっきり攻めまくって、世の中変えるんだっていうのがスタートアップだとすると、そのスタートアップ起業家の条件。だから、普通の起業家の条件と、スタートアップ起業家の条件は、全然違うんですね。今日はスタートアップという定義、今の皆さん知っていただいた定義の起業家のための条件をお話ししていきたいと思いますと。これは僕の独自の定義です。もっと他にも定義、そうじゃない人でもスタートアップ成功したよっていう人いるかもしれませんけど、僕がいろんな人見てきた中で当てはまるのはこれじゃないかなと思ってるんですが、スタートアップを起業したい人のうち 99% の人は向いていません。一般的な起業家としては向いているかもしれませんけども、スタートアップの起業家としては向いていない。ほとんどの方がですね。だから僕はその視点でしか見ていないです。スタートアップやりたいんですって言った時に、このスタートアップの意味はどっちかなって見ながら、上場したいんですって言ったら、じゃあ本気でやれる子かなどうかなっていうのをずっと見ています。で、しかも、頭いい人イコール成功するわけじゃないですね。頭いい人が成功するんだったら、東大、京大、慶応、早稲田とか出て MBA 取ってる人全員スタートアップで成功できるんですけど、イコール成功するわけではないんです。学がない人でもね、全然こう、スタートアップの起業家に向いている人結構います。で、多くの人が20歳までにこれらの条件に当てはまっているかというのが僕はスタートアップの起業家の条件としてあるかなと思っていて、何かというと、本気で死にたいと思った経験があるとか、20歳までに、幼少期に超貧乏だった、いじめられていた、もしくは超厳しい体育会系に所属していた、在日韓国人とか、でね、いじめられる傾向があるじゃないですか、どうしても。とか、いじめられていた、
身近で大切な人が亡くなった。頭に雷が落ちるような衝撃や体験があった。僕これです。高校生の時にインターネットに出会って、これで一緒やっていくと決めたわけですけど、衝撃の出会い、体験の出会いがあった。あと、一般の人から見ると、脳みその回線が切れている。あの人、ちょっと行っちゃってるよね、みたいな。いるじゃないですか。でもなんか、会社うまくいくみたいな。あんなんでうまくいくんだ。いや、あんなんだからうまくいってるんですね。行っちゃってるんです。だから行っちゃってるよね、っていうの結構、僕は行っちゃってるかどうか基準結構見てますね。クレイジーかな、この人、みたいな。だから頭いい、ちゃんとしてる人じゃな、だったら逆に僕は向いてないんじゃないかなと思ったりしています。起業家には向いてると思います。スタートアップ起業家には向いてるんですね。なぜかというと、なぜこんな体験がないとできないかっていうか、成功できないかっていうと、スタートアップの経営は、しんどいことがずーっと続くんですね。ずーっと続くんです。ずーっと続くんですけど、ずーっと続くのがもっとしんどくなっていくんですね。ずーっと。しんどいのがどん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 もっと大きくなってしんどくなっていくんです。ですから、普通の感覚を持っていたら、無理なんです。頭の回線切れてないとダメです。問題はどんどん大きくなっていく。その問題にくじけずに諦めずに、逆に楽しんじゃうような人じゃないとダメなんですね。例えばチャットワーク社の例で言うとね、どんなことがあるかっていうと、もう笑うしかない競合たちがどんどん出てきましたね。もう世界時価総額トップ10のうち7社が競合なんですよ。もう LINE、Slack、Microsoft、Google、Amazon、Facebook、Salesforce、Cisco とかですね。逆にどんどん出てこいって思ってましたもん。楽しくて。だって1社だけでかいの出てきたら取られちゃうかもしれませんけど、ゾウとブルトーザーとかいっぱい出てきたら彼らはそこと戦うから、それでこう揉めてる間にスルスルスルって言ってやれってこうね。思えるじゃないですか。どんどん出てこいと。あ、Facebook さんらっしゃいみたいなね。そんな感じで。でもどうせうまくいかないけどね、みたいな。そんな感じでこう思いつつ。って感じなんですよね。それぐらいじゃないとやってられませんということです。起業家に向いてる人の例。じゃあどんな人がクレイジーかっていう事例ですね。これは YouTube でも話してない事例ですね。和牛女子との出会いっていうのがありまして。こういうのがちょっと事例として、わかりやすいかなと思ったんですけど、ビジネスコンテスト、僕シリコンバレーに出た時にもう毎日のように日本から視察が来てたんですね。で来てて、で僕が講演したりとかアドバイスしたりとかをやっぱりしてたんです。毎日ランチの時間を使って受け入れてたんですね。でビジネスモデル聞いたりとか、あとは企業のアドバイスしてあげたりとか、なんか、誰か紹介してあげたりとかっていうのをこう日本の貢献のためにと若手の育成のためにってずっとやってたんですけど、ビジネスコンテスト優勝者3組も自信満々でこう連れて行きますってこうね、関係者のその大人の方から連絡来て、あ、そうですかと、じゃあちょっと聞いてみますということで聞いてみたんですね。ビジネスコンテスト優勝者3チーム来て、優勝したチームみんなもう東大系をみたいな、優秀みたいな、僕も大学受けるし、司会に全く入ってないような大学をね、卒業し、その中でも多分行けてる人なんでしょうね。そういう学生たちが来たんです。で、それに、皆さんと30秒のエレベーターピッチして、みたいな感じで、ビジネスコンテスト優勝したんですよね、ということで、ランチこうね、20人ぐらい囲みながら、3チームの代表にそれぞれ30秒エレベーターピッチしてもらったんです。で、30秒測るね、ピーってやって、で、測り始めましたと。その時に、3つのアイデアが出たんです。これで優勝してきましたと。それぞれ違うところのコンテスト優勝した精鋭ですよね。そのビジネスの内容が、日本酒が飲めない女子学生向けにリパッケージした日本酒を販売しますと。なるほど。カンボジアのシルクを日本に販売しますと。へえ、どうですか。熊本市の流出する学生を引き止めて起業させます。言ってて。で、なるほどと。で、その時たまたまですね、ランチしてる時に僕の知ってるプレイステーション4とかの、こう、規約を作ったような超敏腕日本人弁護士、シリコンバレー、あれ、モヒカンのシリコンバレー弁護士がたまたまランチしてるところに来てたんで、あーと、吉田さんです。吉田さんちょっと聞いたってください、言って読んで、僕はじゃあ起業家サイドから、吉田さんはプロフェッショナルサイドからズバズバ行きましょうと。で、その連れてきた大人からもですね、切り刻んでやってくださいと。彼らの鼻をへし折ってやってくださいって言われてます。彼らは日本ではもうね、チヤホヤされて、もう東大慶応行ってて、かつ、その中でも、チヤホヤされて、ビジネスコンテストをしたら優勝するわ、みたいな、もう天狗の花をへし折ってやってください、とかって言って、え、いいんですか？いいんですね？みたいな。まあでも、一社ぐらいは、いい会社あるよねっていう感じで、三社やってもらったんですよ。で、吉田さん、ビシバシ行ってほしいらしいっす。あ、いいんすね。わかりました。みたいな感じで吉田さんも言って。僕と、シリコンバレーの、敏腕弁護士がフィードバックしましょう。三人聞いたんです。で、三社聞きました。
で、バッサバサに切り刻むって言ったんですね。いつも切り刻むんですけども、さ愛情を持ってですね、そこで、いや、いいよねとかって褒めてやることもいいんですけど、その後もっとし、ね、市場とか、ね、その、そっちでもっと、もっと きつく切り刻まれるんで、僕らの言葉で切り刻まれた方が、いいわけですね。そこで改善してうまくいったら余計いいですし、やって余計後でしんどくなるんだったら、今やらない方がいいかもしれないっていうことにもなるので、バッサバサに切り刻みます。で、我々が切り刻まれたぐらいで辞めるようだったら、そもそも起業する人に向いてない。スタートアップ起業家には向いてない。スタートアップ起業家は誰に何言われても、ほっといてもやるっていうのが、まあね、這い上がってくるのがスタートアップ起業家なので、切り刻みました。日本酒飲めない女子学生に向けにちっちゃくしてリパッケージした日本酒販売で飲みたくない、飲めない人になぜ飲ませたんよみたいな。可愛いパッケージだったら飲んでくれると思ったんです。それで皆さん審査員の人が優勝入れたのか。それって日本酒関係者でも審査員いたのかみたいな。そんなぐらいちょっとやっぱ審査員の思惑がこう入りますよね。あとはそのチームとか学歴とか、なんかそういうので結構こう入っちゃうんですよね。で本当に起業する人たちってビジネスコンテストに出ないですからね。ビジネスコンテストで優勝して成功した事例ってほとんどないと思うんですよ。だってビジネスコンテストは興味ないですからね。やっちゃいますから。そこに資料作ってる時間があったらやりますから。プロダクト作ってローンチしちゃう。次、シルクカンボジアから仕入れるっていうんで、なんでカンボジアなの？親戚でもいるの？それやったら強みがあるからいいかもしれないけど、いや、なんかカンボジアのある村でシルク作っててすごいいいっていうニュース見たんですよ。だからそれを日本で仕入れて売りたいんです。いやいや、それだと他の人でもいいし、君にカンボジアへのそんなに思いがなかったら、しんどくなったら諦めちゃうよ、とかですね。で次、熊本市の流出する若者を引き止めて起業させる。いやいやいや、経営リソースとかね、経験も何もないのに、そんなこうね、地方創生ってすごい大変だし、どこの町も人が減ってて大変なのに、政治家がね、すごい優秀な人でもできないことがなんで君たちができるのかと。そうね、下りのエスカレーターを登るようなことは最初からしなくて、横にポンって飛び乗って、流行とか時代の流れに身を任せないと、その流れに乗って先取りして、ね、リソースがないスタートアップっていうのは、また時代がついていきたいところをこう、先取りして上がっていかないと、そのお金も人も何も経験もないところで、下りのエスカレーター下っていくのは絶対やめた方がいいと。大企業で、ね、ペイペイ100億円キャンペーン2発打てるようなリソースがあるんだったら、ね、無理やりこう、パワーゲームでいけるかもしれないけど、お金も何もないでしょということですね。で、切り刻んでくれって言われたんで、切り刻んだら、あれしまったと。若者の夢を二人でバッサバサに切り刻んで切り捨ててしまったということで、すごい後悔したんですよね。で、学生の夢を絶ってしまって自己嫌悪に結構陥ったんですね。で、関係者の方からは、あ、いや、これでいいんです、これでいいんです、みたいなのになっちゃって、いや、これはまずかったかな、みたいな、さすがにやりすぎたと思ったんですね。そしたら、アシスタントで参加してた女子学生がいたんですよ。アシスタントの子は別に東大でも慶応でも何でも普通の九州の大学だったんですけど、その学生が突然なんか、ちょっと私もピッチしていいですかと言ってきて、いやいや、3組なのに、突然言ってきたんですね。いいっすかって。おー、みたいな。もう、もちろんいいよ、ということですね。こう、さしてあげたんです。じゃあピッチ時間みんなと同じで30秒ねーって言って測り始めたんですね。で30秒経ったんです。で経った後にもう30秒いいですか、伝えきれませんって言い出して、いやいや他の人みんな30秒やけどみたいな、いやもう30秒どうしても話したい、もうおーいいよということをね言って、でさらに30秒経っちゃったんですよね。そしたらあと10秒くださいみたいな、もうそうなってきたらもう、あ、はい、みたいな。いいよ、わかった、どうぞみたいな感じで、だったわけです。でも、ちょっと面食らいますよね。君そもそも、何のコンテストも優勝してないし、突然アシスタントで参加したら、君が一番長くピッチするって何なんって思いながらも、僕と吉田さんちょっと面食らいながらも、勝った子がおるなみたいな。で、そのピッチの内容は何かっていうと、私の実家は肉にとことんこだわった A5 ランクの和牛専門焼肉屋ですと。下関でやってますと。で、私は海外に留学した時に、和牛ってこうね、商標があるんですね。この和牛っていう商標は日本が持ってないんですよね。オーストラリアが持ってるって言うんですよ。僕その時初めて知って、そうなんみたいな。和牛って日本じゃないんやみたいな。
意味分かってないものを取ってるよねみたいな。でみんなそれで和牛っていうブランドで完全にやられちゃってるやんみたいな。で本物の和牛を世界に届けたいんだと、お父さんがね本当にこう思いを込めてやってるやつを世界に届けたいと、で父親のお店を誇りに思ってるんだということを言うんですね。おーいいねいいねとね、こうね背景もねあって、しかも思いもあって、そのねこの言ったらパイプもあるわけじゃないですか。で和牛の問題だと、低クオリティのオーストラリア産和牛が広がっていると。でさらに生産農家は減っていますと、仕入れ価格が年々上がっている。で父親のお店もやっぱ仕入れ価格が上がると苦しむじゃないですか。そんなねお客さん値段上げたらお客さん来れなくなっちゃうんで、父親のお店も苦しんでて、なんとか助けたいっていうそのモチベーションもいい感じで、なんかね世界の和牛市場って結構大きそうなんで、マーケットサイズも良さそうな感じで、和牛問題解決するべく和牛生産の第一人者の京都大学大学院に合格したっていうんですね。もともとはそんな多分そこまでの大学じゃなかったんですけど、京都大学の大学院に合格したやん、すごいねって話になって、そして、もう24時間和牛のことしか考えられないんですと。和牛のためならどんなにしんどくても何でもできます、誰にも言ってませんでしたが実は私在日韓国人ですってことをカミングアウトしちゃって、おーで僕と吉田さん顔見まして、いいねってこうねなったわけです。これこれみたいな、こういうのこういうのみたいな、さっきのみんなで僕ら切り刻んだけど、嫌味で切り刻んだんじゃないよと、違うから切り刻んだよと、こういうのやと、彼ら彼女がどんだけ実現できるかどうか分かんないけども、こういうぶっ飛んだね、時間も気にしないルールもね、発言権もない人がルール破ってもう止まらず言って、しかも自分のカミングアウトとかにするみたいな。で一回ちょっとじゃあ焼肉行こうってその後連れてったんですけど、もう肉焼いてたら変態ですね、もうね、目がもうギョロッと肉を見てて、肉がちょっとなんか油かなんか浮いてきて、あー肉が汗かいてるーって言うんですね。こいつはやべえと、いっちゃってるみたいな、いいねーと。でも僕と吉田弁護士がもうほんまにもうすごい規模の大きなこと、君が何ができるか分かんないし、これから大学行くって言ってるけど、どんな応援できるか分かんないけど、とにかく応援するよって言ってこうずっとね応援し続けてたんですけどね。でフィードバックの内容としては、あそうそう、これこれこういうのこういうのってなったんですよね。でじゃあまず京都大学やめようみたいな、いやいやあと来月から入学なんですけどみたいな、いやもうそんな言ってる場合じゃないと、僕と吉田弁護士一致して京都大学やめてまえということですね、アドバイスして、どうしたらいいですかみたいな感じで、もう親がもうすごいなんかなけなしのお金を使ってあれしてくれたんです、関係ないと、責めたいんちゃうみたいな感じになって、こうすごいね説得したんですけど、結局行きましたけどね。まあまあまあ、それはまあ、いいんですよ。本人の人生なんで、いいんですけど、で僕らがすごい応援して、もピッチをどんどんどんフィードバックして、もう和牛の専門家とかにどんどんね、神戸牛の牛耳ってるような神戸の人とか、僕神戸のつながりが強いから紹介してあげたりとか、飲食のコンサル繋いであげたりとか、チャットで常にこういろんなフィードバックをね、ちょっと今行ってきましたみたいな、こんなこと考えてるんですけど、って言ったら吉田弁護士が、現場行け現場とかつって、夏休みお前農家行けつって、そしたら農家で和牛と和牛のさばかれたやつと一緒にパチって撮ってる写真がねチャットに上がってくると、おえやんけええやんけみたいな、そういう感じでこうやってたんですよね。っていう感じですと。和牛女子、起業に向いていない人はっていうか、そもそも全員が起業家に向いているはずがないんですね。なぜかというと、さっきみたいな突然ドカーンってね一瞬で殺されるような競合が現れるような恐怖にそもそも耐えれる人ってどっかの線が切れてないとなれないですね。ですから人にはいろいろ得て不得てがありますよねと。全員がスタートアップの起業家になれたらそもそも社会に成り立ちませんということなんです。そもそもちょっとクレイジーなんで。でも起業を諦める必要はないと。だからね、だからといってこう起業したいという思いは諦める必要ない。その一般的な起業にもね、起業家だったら絶対なれるし、プラススタートアップ的な起業家になりたいんだったら、お CEO 欠陥だらけだから、共同創業者になりたいと。彼はリーダーで、ファッションがあって、ビジョンもある。でも、実務的なところすごい苦手なケースが非常に多いですね。僕もそういうタイプですけどね。スペシャリスト目指せみたいな。で特に、京大とか東大とか、慶応の人ばっかりだったんで、君は CTO とか CFO とか CHRO とか CMO とか、今だったら僕は CSO って言うんですね。CSO になれるぞということですね。言えましたと。で、それをこう言って、フィードバックしましたということなんです。ビジネスモデル、入っていきたいと思います。ここからですね、じゃあ、スタートアップの起業をするあたってのビジネスモデルですね。ポイントありますと。その事業には社会的な問題となるようなペインはあるかってですね。社会的な問題の大きさが解決できたら、イコール、それはマーケットなんですね。ですから、そこが大きくなければ、解決しても、
売り上げにならないんですね。ということなんです。その事業は社会的に大きなペインはあるかと。あったらいいなっていうマーケットは非常にこう小さいんですね。海外旅行をより楽しく美味しいレストランを探せるとかですね、よくスタートアップやる学生が言うんですよ。行った時になかなかレストラン探せなかったんですよとかって言ってですね、でそれを探せるようなアプリ作りたいんです、どう思いますみたいな。ちっちゃいねペインがと。いやいや、地球の歩き方もあるし、現地にはイェルプもあるし、そこでこうなんで君がそれを解決することによって、しかも日本のお客さんに対して、しかも行っても一回行ったらなかなか次リピートしないよねとかですね、マーケットちっちゃいねということになるんです。解決されていない大きな社会問題に対して自分の強みで、解決されていない大きな社会問題っていっぱいありますけども、自分の強みで解決できることはないのかということです。だから自分の強みっていうのはすごい探さないといけないということですね。例えばチャットワークの例で言うとですね、世界10億アカウント以上のビジネスメールアカウントがあるんです。で、10億以上のメールアカウントを使っている人は、メールの問題に気づきながらも解決策が分かっていない状態だったんですね。今から8年、9年前です。誤送信してしまったら、あーみたいな。で、もうそれを人の力に頼って送っちゃわないようにするだけ。意識だけで解決しようとする。送っちゃったら謝罪しないといけないみたいな。あとスパムはどんどん増えますと。で、過去の情報を追おうと思ってもすごい大変です。検索はできるけれども、時系列を追おうと思ったらすごい大変なんですね。で、メールをすることが仕事になっちゃってて、メールをすることは仕事じゃないんですね。メールをして、例えばアポ取るとか、何かを意思決定とか、何かが進むことが仕事なんですけど、メールめっちゃ書いてたら、めっちゃ仕事なした気になってる社員っていっぱいいるんですけど、それはちゃんと言ってあげないといけないです。それは仕事じゃないよ、ということをね、言ってあげないといけない。会議に参加して発言しないんだったら、それは仕事じゃないよと。それは単に聞いてただけだよねと。それだったら録音して後で聞いて、暇な時間に移動中に聞いてよねと。議事録見てよねということで、発言しないんだったら会議に参加しないで、参加しませんっていうぐらい。参加するんだったら、芸能人なんかもね、特に爪痕残すっていうワードよく言いますよね。テレビ出てるのに、何も発言しなかったらギャラ泥棒じゃないですか。会議に参加して発言しなかったら、人件費泥棒なんですよね。そういうことをちゃんと社員全員が認識してるかどうか、それを経営者がちゃんと認識させないといけない。アメリカだったら発言しなかったら次の会議は呼ばれないですね。だって君話さなかったよねっていう感じですね。日本でそれやるとちょっと妬みとか恨みとかそういうのがちょっと出てきてややこしくなるので、そんなこと難しいと思うんですが、そういう解決策はまあ会議の上限人数を決めるとか、そういう解決策とかやるんですけどね。メールの、日本人のメールの8割の情報が無駄なんですね。ということは、すごい削減できるわけです。で、チャットアクションの強みって何かっていうと、僕たちは2000年から ICQ とか MSN メッセンジャーでチャットだけで仕事してるんです。お客様とはメール。で、当時からチャットで仕事してた。で、チャットが仕事でどうあるべきかを全社員が知ってるんです。それでしか仕事してないから。で、過去のビジネスが IT で生産性を上げる働き方改革を2008年から Google Apps のね、マーケティングアワードを取るぐらいですし、Google 社員が我々の Google Apps の使い方を参考にするぐらいの活用の方法をしてたんですね。ですから、すでに、生産性を上げたいっていうお客さんが1000社以上いる。で、あと、外注せずに全部自前でやってきたんです。デザインから開発からマーケティングからバックオフィスからカスタマーサポートから PR から全部自前でやってきたんで、そのチームがもうあるんですね。外注してたらやっぱ熱度かかりますし、外注だとどうしても知れてしまいますよね。だっていろんなクライアントのことを考えてるんで、やっぱりもう自社だけのことを考えてる、結局最終的に何でも自前にしないと、そういうスタートアップ的なスピードが求められるような会社だと自前じゃないとダメなんですけど、で、メールの問題をチャットで解決できることを、しかも世間が気づいていないんですね。チャンスだと。Google Web 撤退、Facebook、Skype は個人向け、Microsoft はクラウドに苦手と。で、Skype をマイクロソフトが買収したときに確信持ちました。いけると。マイクロソフトが買収すると、クラウドサービスがどんどん使いにくくなるんですね。スカイプ、皆さんだんだん使わなくなってきましたね。ズームだったら今使ったりすると思うんですね。で、1000億円で買った、ヤマーっていうビジネス版フェイスブックも、数年後に閉鎖されました。マイクロソフトがクラウドサービスを買うと衰退するのを知ってたんで、スカイプが一番の競合だったんですけど、スカイプが衰退するって分かったんで、ぶっこんだんです。っていう、そういう予測もありながら、いうことですね。で、あなたがその事業に対して持っている強みは何なのかっていうことですね。経験がないなら、まず業界に飛び込んで、若手だったら、その業界のスタートアップとか、
その業界のなんかもう本当にインターンでも何でもいいから飛び込んで働いてみて一気にノウハウを得る、人脈を得る、で必ず自分でやるんだっていう思いを持ち続けながらですね。で、未知数が2個あったら失敗するっていうのは僕の持論なんですね。これ何かっていうと、業界が未経験だったり、新しい市場だったり、新しい技術だったりというところで、これが2つ以上 未体験のものが、未知数のものが2個以上あったら大体こけます。ほぼこけます。もう 10×10× 最後0みたいな感じですね。0みたいなぐらい、未経験の未知数のものが2個以上あったら、1個だけだったらそこは誰もやってないのでチャレンジすべき。でそれでうまくいくかどうかわかんないと。じゃあメルカリは なぜうまくいったかっていうと、それも説明するとあれなんですが、これやったら絶対うまくいくって思ってみんなやってるわけです。でもうまくいく会社っていうのは非常に少ない。でもうまくいった会社っていうのは必ずうまくいくようなストーリーを描いているんです。これ例えると、頑張ったら成功できるかっていうと、それはわかんない。みんな頑張ってるから。頑張り方間違えたらダメですよね。でも成功した人はすべからく頑張っているっていう、そういう感じなんです。ですからスタートアップも成功したとこは必ずストーリー聞くと、もんとピアノ線を渡るような通路をこう渡ってギリギリ回避してきてるんですね。だいたいキャッシュアウト1日前でしたとか、本当にもう幹部がもう大変なこと問題を起こしましたと、表には出てきてない問題っていうのはいっぱい実は水面下に隠れてたりします。メルカリがね成功しましたけども、なんで成功したかって、ちゃんともうストーリーがあるんですね。山田社長、僕2000年から知り合いなんですけど、2000年に見た時からやばかったですね、彼は。でもずっと成功しなかったんで、あんなにやばい人でも成功しないんだと思ってたら、メルカリで成功したんで、まあ、ようやく来たかっていうぐらい、彼でも十何年かかりましたっていうことですね。楽天の創業時のメンバーでインターンで入ってたりとかして、日本トップクラスのエンジニア集団、うのうっていう会社を率いてましたと。彼らが、ブログ書くと技術ブログでもハテナブックマークでも毎回バズるみたいな、もう超優秀なエンジニア集団抱えてたんですね。でもサービスはなんかいまいちだったんですよ。立ち上げているサービスはいまいちで都度売却してたんですね。でそれでなんか突然ジンガにこう傘下にこう売却しました、会社ごと売却したりとかして、みたいな、どういうことだろうみたいな感じで思ってて、でなんか世界一周ね、山田さんも行って、あれ山田さんもじゃあエグジットして、あれかなと、もう引退したいかななんて思ってたら、世界一周旅行中に途上国のスマホの普及、リープフロッグっていうんですね。日本みたいな先進国だとだんだん成長していくんですね。固定電話、携帯電話みたいな感じですけど、アフリカとかだったら固定電話引く線もったいないですよね。いきなり携帯電話から入るんですね。リープフロッグ一段階飛ばして入るんで、そっちの方が逆に進んだりするんです。日本も現金で、しかも偽札が少ない国だからキャッシュレスってなかなか進まないんですよね。現金の方がいいみたいな。中国とかなんで進むかって偽札問題がすごいからなんですよね。でアフリカとかはもうキャッシュがそもそもみたいな。そしたらもう一番進んでるのが、彼らもずっと昔からガラケーの時代からもう全部携帯同士でキャッシュのやり、キャッシュっていうか現金のやり取りしてるっていう、もう先進んじゃってたりするような状況を見て、これは必ず先進国もこうなるはずだというのをですね、思って戻ってきてメルカリを考えたんですね。で2013年ぐらいに、僕常に山田さんウォッチしてたんで、構造っていう会社立ち上げますって言って、来たぞ来たぞ、なんか山田慎太郎さんがなんか仕掛けとんぞみたいな感じで思ってたわけですね。でも構造っていう名前なんかちょっとダサいから、ちょっとまた映画生活とかフォトゾーンみたいなんじゃないかななんて勝手に思ってたんですけど、そしたらもうね、メルカリ名前変わってバーンみたいなね。でしかもマーケットは何もないマーケットかっていうと、リプレイスですよね。ヤフオクのマーケット、2000億ぐらいのマーケットを置き換えるですね。スマホ対応全然できてなかったんで、置き換えるマーケットの存在もありました。で、アメリカでもクレイグスリストっていう、みんなもう超ダサい UI の売買サイト、未だに使ってるんですね。それをリプレイスしていくっていうところですね。で、じゃあ新しい技術って何かっていうと、スマホアプリだけだったんですね。それはもう世界一周の時に、スマホでもみんなやり取りするというのが見えてたので、2013年の段階で必ずこれは置き換わるっていうことを見据えてチャレンジしたということで、まあ成功したわけですけどね。そして、なぜあなたがその事業をやらねばならないのかってことですね。結構起業したいんですよねっていうアイデアは、
なんか安易に思いついたアイデアじゃないかなって思うと、僕は必ず聞きます。あなたはその事業に命をかけるかって聞くんですね。そうすると、命まではちょっとって言うんですね。いや、そらあかんなと。だって命をかけるぐらいのことをしないと成功できないのに、命をかけれないんだったら、そのぐらいの覚悟が最初からないんだったら無理みたいな、そういうことですね。っていうことなんです。で、学生の失敗パターンあるあるとして、学生のペインを解決するサービスですね。自分の市場とか自分の視点が学生のマーケットしかないので、学生のペインを再解決するサービス、まあ、グルメ系だったりとか旅行系、写真系、 SNS、 そして時間割のあれがめんどくさいんですよね、時間割管理アプリとかですね、テスト対策とか、いやいや、毎年卒業していくやんみたいな、常に少子化のね、人数減ってくるところの、しかも新規取るのが一番大変なんで、リピートも取れない、新規取るの大変、マーケットをしぼんでいく、そんなところのペインを解決するサービス、絶対うまくいかないよねっていう感じですよね。マネタイズ、だいたい言います、ユーザー数集まったら広告で稼ごうと思ってますと。広告でユーザーで稼ぐってすっごい大変なんですね。めちゃくちゃユーザーがしかもヘビーに見てくれないと稼げない。なのに、いやもう Google とか Facebook 広告モデルじゃないですかみたいな、いやいやいや、何億人が使ってると思ってるんですかっていうことですね。しかもちゃんとね、セグメントされてると。で、最初からマネタイズをしっかり考えますと、広告じゃないマネタイズ、1個のマネタイズモデルに頼るとこける可能性があるんで、2の手3の手で、もう3つ4つは保険を作ってマネタイズモデルをしっかり考えておかないといけない。そしていかに依存してリピートするかっていうのがないと、新規を開拓し続けないといけないモデルっていうのは疲弊しますし、いつまでたっても儲からない。とにかくリピートするっていうことは大切です。企業は総合格闘技ですね。これらのうち一つが欠けただけで死亡しますと。一つだけでですよ、一つだけで死亡します。必須項目、経営者のビジョン、ビジネスのアイデア、デザイン、開発力、マーケティング、ブランディング、マネジメント、財務、プライシング、タイミング。これがですね、一つでもかけたら死にます。全部良くても、プライシング大体ミスるんですね。で、死ぬとか。財務、死ぬとか。あと、タイミングずれたら無理ですね。今、チャットワークやるって言っても無理ですよね。あの時だから、あの規模の会社で行けたんですね。タイミングも大事。マーケティングも大事。で、開発力が低ければ、スピード遅くて真似されて死んじゃう。デザイン悪かったらリピート率悪くて他社に取られちゃう。経営者のビジョンブレてたら、なんかいろんな機能変なのついちゃって、使いにくくなって死んじゃうみたいな、そういうことで、死んじゃいます。で、グローバル展開、グローバル展開って言いますよねと。で、僕はグローバル展開した経験がある側からするとですね、シリコンバレーにウミガメの法則は通用しないと。ウミガメってよく言うんですね。これ何かっていうと、ウミガメって、まあ、海の生き物って結構敵が多いじゃないですか、魚も。だから卵たくさん産んだり、ウミガメも何十匹子供産んでるのか分かりませんけど、で、一匹二匹帰ってきたら、よかった、みたいな。そういうことですよね。ですから、日本の政府とかも、スタートアップ支援の団体も、とにかく数を作って、シリコンバレーに行けってやるんですね。違うと。ウミガメの法則は、シリコンバレーには通用しないんですね。なぜなら溶岩の海だからっていうことです。入った瞬間ジュッジュッジュッみたいな、入った瞬間即死なんです。ですからウミガメの法則はシリコンバレーには通用しませんと。グローバル展開するんだったら、グローバルを視野に入れ、日本でまず成功することなんですね。視野に入れっていうのは大切です。日本で成功して、そこからグローバル展開考えると、もうプロダクトもチームも全部日本になってるんで、そこからグローバルって変わらないです。大人になってから変われないと同じように、やっぱり小さい頃に英語学んどかないと、ね、バイリンガルになれないんですよね。7歳までがキーポイントですね。7歳前後に、アメリカに住んでるとかネイティブの国に住んでないとバイリンガルになれないって言われてるんですね。なので大人になってからバイリンガルになりたいって言ってもなれない。それと同じように日本で成功すると日本での旨味を知ってしまってるんで、グローバル展開難しいんです。で、日本ですよね。で、メルカリは最初から、山田慎太郎さんは2006年にグリーンカード一発でたまたま当たった。あの人ラッキーでもあるんですね。なんかグリーンカード
応募者当たっちゃった、行ってきますって言ってあっち行って、向こうで飲食店やって1年ぐらいで辞めて帰ってきて、やっぱりちょっとグリーンカード放棄しますと放棄して、昔からグローバルに視野があったんですね。で、日本でね、成功して7000億円ぐらいの時価総額になって、で、Facebook の幹部をね、入れながら、それでも彼らも、ね、アメリカでも苦戦してるのに、メルカリで苦戦するのに、なんで、一若手の起業家が起業して、いきなりシリコンバレーで成功するんですかねって、経産省の方とかにね、言うと、いやー、そうなんですけど、そういう座組じゃないとなかなかその、うまく応援プログラムを組めなくて、みたいな。自分で行った人を支援するプログラムって、できないんですかって言うんですね。僕らみたいに完全自己資金で完全に自分たちでぶっ込んでいくような人を後押しする韓国とかそういうふうにやってますよというふうに言うとですね、いやそれを支援すべきなんですけどなかなかそれだと税金的にみたいな、いいんですけど僕らはそういうの頼らないんでいいんですけど本質はそっちだと思いますよみたいな感じですね、言ったりしました。でもしまだ若かったら遠回りに思ってもシリコンバレーに留学かインターンした方がいいかなと、英語的にもそうだし、横の人脈もそうだし、向こうでインターンということもできるのでっていうことですね。はい。成功する秘訣ですね。お伝えしました。成功するまで絶対に諦めないっていうことですね。三浦和さん、ワールドカップに、出て優勝するんだってね、言ってたとしても、いいわけじゃないですか。諦めてない。金メダル取るんだって目指してる人は、失敗してないんですよね。で、成功した人はどういうかっていうと、諦めなかったからだっていうんですね。これもう本当に偉大な経営者の人みんないます。諦めなかった。彼らが諦めないといけないような状況が起きずにスムーズにいったかっていうと、そんなことは絶対ないんですね。我々では想像もできないような、やっぱ大きくれば大きいほど大きくなった会社であればあればあるほど問題も大きいので、それを乗り越えただけなんですね。ですから成功するまで絶対諦めないっていうのが重要なんですね。ただし、さっき言ったように、諦めと見極めのバランスも重要なんですね。単に諦めの悪い、あれだと、ポキッて折れちゃうんです。死んじゃうんです。僕のまた YouTube の動画でも、成功する秘訣は竹になれって言ってるんですけど、それなんですけど、何かっていうと、絶対に無理と分かっているものを無理に押し切るのではなく、迂回すると。芯は強いんだけども、迂回できるぐらいの柔軟性はありましょうっていうことです。例えばグラスのカクテルのマドラーってありますよね。ガラスのマドラーってあるじゃないですか。結構本当に頑固な人はマドラーなんです。完全に頑固すぎる人は。芯はあるんですけど、マドラーなんで、横の力にめっちゃ弱いんですね。ですから真正面に障害物があったら、真正面に岩があったら、岩を砕こうとするんですね。いやいやいや、ちょっと迂回しましょうよとかね。竹って芯はあるんだけど、ちょっとこう柔軟性もまだあるじゃないですか。だから成功する秘訣は竹になることだって僕はね、YouTube でも言ってるんですけども、そういうのがすごい重要なんですね。チャットワークの事例で言うと、なんで私が2017年に日本に帰るって決断したかっていうことなんですね。ずっと諦めず、だからもう焼け石に水状態なんですよ。いくらやっても、焼け石に水なんですよ。でも焼け石に水なのをかけ切って、焼け石を冷やし切るぐらいのぶっ込みが重要。だから数千万でシリコンバレーにチャレンジしようっていう会社とかあるんですけど、そんなちょろちょろパッパではもう完全に一瞬10なんですね。もう最低4、5億円ぐらい捨ててもいいやっていう思いがあって初めてシリコンバレーにチャレンジするぐらいのハードルがないと、単に無駄金使うだけなんで、そういう会社は、シリコンバレーでリサーチしてる会社いっぱいあるんで、そこから30万円ぐらいのレポート買った方がいいんですね。その方が、優秀な人材向こう派遣して、向こうのオフィス借りて実験費払ってたら、年間何千万円って払って、で、リサーチ会社より低いレベルのレポートしか本社に上がってこないので、めちゃくちゃもったいないんですね。ですから、数億円捨ててもいいよっていうぐらいの会社が行くべきかなと思ってます。で、僕は2017年、ガラス棒じゃなくて竹というスタンスで、諦めの悪さがある僕がなんで一旦アメリカを諦めたかっていうと、こういうことなんです。シリコンバレーチャレンジして5年ですと。で、いっぱい知らないことありましたと。で、日本人がどうシリコンバレーで戦うべきかっていうの戦い方も見えてきましたと。で、僕たちがずっと戦ってる時に、西海岸スラックっていうのが流行ってきて、で、IT 系はやっぱそっちが入っていくんで、
でもですね、アメリカってオバマさんとトランプさんぐらい、もう本当にこう2つの国に分かれてるぐらい全然違うんですね。西海岸と東海岸で全然こう文化もなんか考え方も全然違う。西海岸はマック、でスラック結構使ってる。東海岸は Windows、スカイプなんですね。で、チャンスやということで、東海岸攻めてたんですよ。で、フロリダに展示会出したりとか、広告とかも東海岸の方向に向けて、遠隔で出したんです。でも、シリコンバレーにいたのは、そこで最先端のこの取引先であったりとか、資金であったりとか、そういうのではシリコンバレーにいる出来なんです。マーケットは僕たちは東海岸と考えてたんですね。その時に、マイクロソフトが、無料のビジネスチャット出してくるっていうのを知って、で、それで、いや、いくらその、クラウドが苦手なマイクロソフトでも、絶対パクってくるし、マイクロソフトが入ってるところには無料でつけたら、アメリカの企業だったらマイクロソフトを信用するだろうというところで、一旦東海岸の戦略、最後の最後の東海岸の戦略が、ダメになった後に、これでズルズルやってたら、本当にこれは、単に死ぬだけだと思って、あ、最後の砦の、そこの東海岸が出た途端に、もう、パーンですね。よし、これはもう切り替えるって言って、一旦これは日本に帰るぞということで、一旦日本でマザーズ上場して、再チャレンジするぞということですね。上場までに日本チームをグローバル化しないと難しいということもよく分かったんですね。僕がシリコンバレーでこうだって言ってもですね、吠えてるだけみたいな、遠くで社長が吠えてるだけみたいな感じです。対岸の火事的な感覚なんですよ。で、シリコンバレーに日本のチームを4人ずつ1週間来させて、僕の仕事活動を全部見せて、シリコンバレーマインドをインストールして日本に帰ってってずっと全社員やってたんですね。でもやってたんだけど、日本に帰るとやっぱりまだね、こう戻っちゃうわけですよ。なんかすごいもの見せてもらった、社長がやってることよく分かりました、頭では分かってるんだけど、日本に帰ったらねまた同じようにやっぱりなるんですよ。なので上場まで日本チームをもっとグローバル化するっていうことをやろうとしたりとか、グローバルで通用する機能とかプロダクトのあり方っていうのもよく分かったので、そういうのも開発力を高めてそれやっていくとかですね。で、再チャレンジできるようにオフィスを残しながら、定期的にこうシリコンバレーに戻るような仕掛けとして、シリコンバレー IT 飲み会っていうのを立ち上げて、3ヶ月に1回こうシリコンバレーに行くというのをこうやっていたと。で、上場後に、おっしゃー、満を持してもう一回チャレンジするぞと思ってたんですけど、さっきのちょっと街づくりのところで燃え尽きてしまって、CEO を退任してしまったという、そういうことですね。ということで、成功するまで絶対諦めないなんだけど、竹である必要があるっていうことですね。はい。その辺のバランスはすごい難しい。竹だと思ってたら単なるほにゃーみたいな。ね。全然こう、もうなんか、ね、ダメみたいな。アメ細工みたいな。硬いと思ってたけどめっちゃ弱かったみたいなね、感じになっちゃったらダメなんですけどね。で、あとメンターの重要性っていうのはすごい重要です。で、シリコンバレー我々もメンターについてもらってたんですね。本当もうおじいちゃんなんですよ。おじいちゃんなんですけど、そのおじいちゃんの何回ももうエグジットしてて、でお金いらんいらんみたいなおじいちゃんなんですけど、もうアドバイスがやばすぎるぐらいのアドバイスがいっぱいあって、日本ってメンター少なかったんですね。で、ようやくエグジットした人とか、なんかエンジェル投資始めるとかいう人が出てきて、日本は一巡目です。第一世代みたいな人たちが今メンターやりながら、でもまだ現役でもやってたりするから、結構忙しいながらメンターしてるんですけど、アメリカの場合それも第二世代、第三世代、言っててもメンターの層がめちゃくちゃ厚いんですね。ですから自分が昔経験した失敗はしなくていいわけです。でも日本の場合だと、まあそのメンターが十分足りてなかったり忙しかったりするので、みんながみんなしなくていい失敗をしてたりするんです。なので、で昔だったらよかったです。僕たちがなんでうまくいったかというと、始めた時期が2000年だから、その時って何もない荒野だったんですね。インターネット世界何もなかったんです。僕みたいな IT ができない人でも、どっかのテンプレートをこう引っ張ってきて、それでこうテキスト変えただけで、SEO も上がったし、それで注文も取れたし、みたいな。テントや掘ったて小屋建てただけで、素人でも注目浴びれたんです。スキルがなくても参入できたんだけども、その反面情報もなかったですと。誰もこう手伝ってくれる人もいなかったと。環境も整ってなかった。でも今って違うんですよね。19年経ってますから、今の状況って、荒野からこんな感じなんです。完全にサンフランシスコダウンタウンのような状態。素人が、掘ったて小屋テント建てたら、ちょっと邪魔やからどけてみたいな、通行人の邪魔やからってなっちゃうんですね。ですから、スキルもいるし、で、もうすでにビルとか建ってる上にさらにこうね、
次々新しいビルがどん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 建ってる中に、テント建てるだけだと無理なんで、そういう時に一から失敗して一個一個テント建てて、次アパート建てて、次マンション建てて、高層ビル建ててってやってる時間はないんですね。お金的にも時間的にもない。なので経験豊富なメンターがいて、もうね、そこで一気にこう建築の方法はこうやと、お金はここから引っ張ってこいと、こういう時に大体こうね、建築構造上ね、地震に弱くなるからここはこうしとけ、この材料を使えというようなんですね、とこまでアドバイスしてもらって、それでやってようやくこう、それでもみんなもそうなってくるんで、グローブランだと向こうみんなそうやって建ててるんで、そういうところと戦わないといけないんですよということなんです。はい、ということで一応スタートアップの立ち上げ方みたいなところをお話ししてきましたけども、で私もですね、今第二の人生みたいなところにスタートで入っていきましたが、今後の山本俊之っていうところもちょっと聞いていただいて、ぜひですね、皆さんにもこう、なんか今後とも関わり合いがあるようなところがあるかもしれませんし、で僕のこれからの活動もぜひ応援していただきたいなっていうのもあって、最後ちょっとだけ15分、20分ぐらいですね、お話しさせていただきたいなと思ってますが、まず僕もですね、自分を分析するわけです。これも動画にあるので見てほしいんですけど、最初にマーケットに入っていこうと思った時に、スウォット分析ってなんですね。強み、弱み、機会、脅威っていうのを出していくんですけど、僕も自分の中で強みと弱みを見ていこうということで、考えたわけです。自分マーケティングで、自分のことって結構ね、見えなかったりするんで、あれなんですけど、他人にもね、いろいろ聞きながら、山本さん強みってここじゃないですか、弱みってここじゃないですか、みたいな。まあ、これのちょっとシンプルなバージョンですが、僕の強みって何かなって言った時に、第2の人生って言ったら、第1の人生を前世というふうに言おうと。でも前世の僕、記憶と経験、前世からのつながりがありますと。今回はだからね、内野さんに呼んでいただいて、ありがたい機会を作っていただいてますけれども、普通前世だったら、普通のいう人生の前世だったら、何もその、経験とか知識も忘れてるし、つながりもなくなって、時代も違うからなくなってますよね。前世からの記憶、経験、つながりがあるというのが強みかなと。そしたら昨日、ね、この話、講演でしたら、一番前の席の人が、口ポカーンって開けたんですね。本気で僕前世の記憶とつながりあると思ってますみたいなぐらい、口ポカーンって開けてあって、違いますよって言ってたんですけど。そんな感じで、まあ、そんなこともありましたけど。で、戦略や改善案を考えるのも逆にめちゃくちゃ得意。パッとすぐ分かっちゃうんです。問題解決マニアなんですね。で、この問題解決してほしいって言われたら、ああ、こうあって、こうあったらいけますねっていうのがすぐ見えちゃう。これはもうなんか僕の強みというか、なんかもう空気のようにできちゃうみたいなところがありますと。あとウェブ上で結構発信するのは2000年からやってるんで、得意っていうのがありますと。弱みはですね、今チャットワークの CEO じゃなくなったんで、一人っていうところですね。手伝ってくれる部下がいないので、本当にこうね、前は米軍の指揮官ぐらいの感じだったんです。ポッと、ミサイルドーンとかですね、これやってくれって行きますってこうやってくれたのが、今行くぞって言ったら、あ、生身やなみたいな、そんなぐらいの感じで、やっていかないといけないんです。手伝ってくれる部下がいないっていうことですね。で、あとは、ルーチンワーク、作業が苦手ってことですね。例えばなんか、事前準備とか、資料作りとか、リサーチ、すごい苦手なんですね。例えばこの講演の資料とかも、昨日福岡で講演してましたけど、今日の新幹線の1時間の間で、YouTube のネタとか、今までのネタとかをこう織り混ぜながら、この時間に当てはめてって、必ず講演に来る途中に作るんですね。もう事前準備がすごい苦手で、でこの資料だとね、簡単にピッピピッピこう作れますから、これは僕でもね、パワーポイント使えない僕でも使えるということで、事前準備が苦手。で、スケールすることしかしたくない。スケールって制限のない、ね、成長みたいなところですね。こうコンサルティングとかだったりすると、売り上げのキャップ決まってしまいますよね。何十社しか受けれないので、何百社何千社って受け入れるわけじゃないので、チャットワークとか見て分かるように、とにかく2000年からスケールするビジネスしかしないっていうのが僕のポリシーなんですね。だからスケールする、一人でスケールさせなきゃいけない。この強みを使って、みたいな感じでこれやっていこうと思ってるのが、今実際始めているのがこの3つです。で、まず、MyCSO っていうのを始めてまして、この MyCSO って何かっていうと、いろんなね、なんとか O、CEO、CTO、CFO、COO、CSO っていうのを僕今流行らそうとしてるんですけどね、日本では。アメリカでは当たり前なんですけども、この MyCSO っていう、何かっていうと、チーフストラテジーオフィサーですね。最高戦略責任者。アメリカでは CEO と戦略を考える人を CSO ってこう分けるんですね。でも日本の場合だと CEO が全部やっちゃうんですけど、そうするとマネジメントはしないといけない。お金は考えないといけない。外部とのやり取りもしないといけない。
戦略に使える時間って全然ないんですね。そういうところに CSO という考え方で、僕せっかくシリコンバレーから行ってきたっていうストーリー的にも CSO を日本で当たり前にしたいっていうのを打ち出していこうと思っていて、今 CSO をやろうと思ってます。で、僕さっき言ったように空気のように改善案が出てくるので、1日コンサルしようと。これだとですね、事前に資料を作ったりとか課題作ったりとかしなくていいし、後でまた次回までの課題をこうして、次回までこうなんかやってますかとか、こういうこともねしなくていいから、ちょうど僕にも合ってるし、で1日コンサル40万円ですね。高いじゃないですか。高いんですけど、1ヶ月10万円を6回やることで、上がる効果よりも1日で40万で上がった方が良くないですかみたいな。お互いウィンウィンですよね。継続ずっと1年契約10万円って120万円確定じゃないですか。40万円だったら、最悪、一回ちょっと、434で失敗やったな。でも失敗やったなで40でいいじゃないですか。っていうことで、お互いウィンウィンかなと思って、僕もちょっとズルズルズルっていうのがちょっと苦手なんで。でも2回目は、ね、ちょっとリピートで呼んでいただく方も結構多いんで、リピートは一応割引して30万みたいな。リピート割も一応つけてます。そうするとですね、めちゃくちゃ皆さん成果が上がってですね、1日でこう会社が劇的に変わるアクションプランを提案しますということですね。13年日本、5年シリコンバレーの経営経験がありますので、それをもとにアクションプランを提案します。その日のうちにこれやりましょうみたいな。単にマーケティングの専門家でマーケティングの KPI どうしましょうとかは、もうそんな人プロがいっぱいいるんで、僕はもっと根本的なところから変えましょうみたいな感じですね。でこれまで数十社を1日コンサルで改善してきましたと。売上めっちゃ伸びたグローバル EC の会社であったり、幹部育成して、あらりがもう1500万ぐらい2ヶ月で上がっちゃったりとか、業務効率で社員3人急に辞めたけど、確定申告乗り切りましたとか、東京進出するデザイン会社であったりとか、社名変えちゃいますっていう人材派遣会社であったりとか、あとは上場するつもりじゃなかったけど、上場するかしないか迷ってるんです。最初はしないでいいかなと思ったんですけど、次考えてるアイデアが、これ上場モデルいけるなと思ったのと、社長がちょっと、言っちゃってるんで、あ、これはセットでいけると思いますよって言って、上場を目指すことに決まったりとか、あとは、僕今 YouTube やってるんで、ビジネス YouTube チャンネルを立ち上げる飲食店とか出てきたりということで、次々皆さん、変わっていくというようなサービスを今やっていますと。MyCSO。でもこれだと、スケールしないですね。ね、受け入れて月15社とか20社ぐらいですよね。それでも、ほぼ毎日やってたら僕もしんどくなっちゃうんで、で、上限決まっちゃうということで、で、今、スケールさせるモデルとして、CSO エンジェルリストっていうのを、立ち上げています。今、立ち上げ、ホームページとか今、作るところですけども、これ何かっていうと、エンジェル投資をしたい、始めたい人と、投資を受けたい人のスタートアップをコーディネートするっていうやつですね。普通、エンジェル投資する人いっぱい投資するんですけど、もう100社以上とか50社以上投資してるんで、支援しきれないんですね。お金的には支援できるんだけども、ノウハウとか、リソース的には支援できない。戦略的なところ支援なかなかしにくい。経験をパッてチャットで答えることはできるんですけど、それをですね、エンジェル投資はしたいんだけど、スタートアップのつながりがないけど、この業界で成功している人って結構いるんですね。で、その業界で成功していると、その業界で立ち上げたいスタートアップを、こう、ナコードのようにこうマッチングさせて、しかもお金も出してもらって、成功まで立ち上げ、ね、応援してもらう。で、しかも僕が社外 CSO で入りますという感じで、やるんです。山本俊之は社外 CS で入ると。で、僕は結構、チャッカマンって自分で思ってるんですけど、いろんな人にこう、火ついちゃうんか、つけてんのかよくわかんないですけど、どんどん火がついちゃうんですね。そうすると、ロケットで言うと、点火して、発射して、で、普通、発射するのは結構、いっぱいボンボン打ち上がってるんです。で、みんなうまくいかないのは、ビジネスモデルがいいとか、チームがいいとか、いろいろあるんですけど、さっき言ったように、総合格闘技のリストありますよね。あの中の一つでもこけて、途中で財もこけて、空中で爆発しちゃうんですね。この軌道に乗るまで、衛星軌道に乗るまで、大体爆発しちゃうんですよ。そこまでの支援をちゃんとできる人がなかなかいないと。これって僕にとってすごい得意な領域だし、日本にとってもいいことだし、僕一部も株もらうんで、それによってこう、スケールもするかもしれない。飛ぶ可能性もありますけど、そこって僕の頑張りでもあるので、ちゃんとしたその CSO 的エンジェルを入れながら僕も手伝いながらやるので、成功確率は少なくとも上がりますよねと。今はね、僕も実績としてアドバイスした会社軒並み成功していると。例えばグッドパッチっていう会社、今スタートアップ界で有名ですけども、
彼は創業前から僕相談乗っていて、で経営危機になるたびに僕も相談乗りながら、今では百何十名ドイツの会社があってみたいな感じになってますけども、そういう会社も、まあ、彼のところ僕上場するとか目指してるとか興味なかったんで、あの株は持ってないんですけど、あのもうもらっといてよかったなって未だにちょっと思ってたりするんですが、でその後個人でエンジェル投資した4社中4社とも、ね、順調に成長中で、ゼロから立ち上げた2社に関してはもう300倍とか600倍ぐらいになってるんですけど、そろそろちょっと俺換金したいんやけどってね言うんですけど、いやもうずっと持っていてくださいみたいな、いつになったらリターンがあるんやと、どうこれビジネスモデル的に破綻してるかもしれないなと思いながら、上場行かないとリターンないのかなと思いながら、まあちょっといろいろですね、そういうところ思うところありながらも、あの持ち続けながら応援はしてるところなんですけど、でこういうことを考えながら始めたあの第1弾2月に起きたんですね。これ何かっていうと、ティプシーサケっていう会社に投資しました。これアメリカの会社です。日本人 CEO なんですけど、あの、この彼は日本酒をアメリカ人に、アメリカ中にこう、通販で、販売していくっていうサービスを立ち上げたんですね。なぜかっていうと、アメリカ人って日本酒のことを全部一括りにサケって言うんですよ。サケ？サケってアルコールやけど、みたいな。スパークリングワイン、シャンパン、白ワイン、赤ワイン、銘柄でみんな言うのに、お前らはそれをワインって言ってるのと一緒やぞみたいな感じなわけですね。今スペインは銘柄になってきたんです、だんだん。日本酒ブームが来て。で、アメリカも和食ブームはめちゃくちゃ来てるんですけども、あの、まだ和食店で酒飲むだけみたいな。で、家帰って酒美味しかったけどどっかで買おうかなと思った時に、日系スーパーにしか売ってないんです、日本酒が。しかも彼ら、一括りに酒なんで、その酒っていう酒はないじゃないですか。買えないんですね。で、それでどうしてるかっていうと、彼らはだからもう家では飲めない、飲まない、みたいな感じだったところを、この CEO はですね、日系スーパーの商社の裏側で日本酒のデータアナリストやってたんですね。ですからアメリカの日本酒マーケットのことめっちゃ知ってて、仕入れルートも全部パイプ持ってて、その商社だったらちょっと将来的なあれが自分の目標を達成できないなと思って、MBA 取得して立ち上げます。で、立ち上げて初月から売り上げ結構立ってて、で、ライバルの通販会社ほとんどいない。で、さらに彼はやっぱ銘柄、日本酒を文化にしたいので、小さな 300ml ぐらいの日本酒を3本毎月送るサブスクリプションモデルで、送って、で、気に入ったやつを EC で買ってねっていうやつをやってるんですね。で、彼は僕に YouTube を見て、どうしましょう、このままブートストラップって言って、自己資金でずっとやっていくこともできそうですと。で、行くか、思いっきり調達して、上場なのか、バイアウトかどっちか目指すかどっちか考えてるんですけど、どう思いますって相談されて、でも日本酒のマーケット変えたいんですよね、みたいな。だったら、思いっきり行った方がいいかもしれませんね、と。でも僕も、ちょっと、ね、アメリカの VC から調達してなかったりとか、今日本にいたりするのと、EC やったことないんで、ある程度アメリカのね、この EC 周りも手伝えるかもしれないけど、実弾は投入できないなと思うんですね。実弾、そのスタートアップ界のね、なんか VC のつながりとか、こういう系でやったらいいですよとか言えるんですけど、その時に実弾投入できる人を思いついたんですね。エンジェル投資家、彼いいなと思った人を見つけたんです。で、彼はスタートアップに投資とかしたことないですね。ジャパニーっていう会社がありまして、日本の和包丁を世界中に日本一売ってる会社があるんです。めちゃくちゃ包丁を売りまくってて、めちゃくちゃ伸びてるんですね。毎月50カ国以上に包丁を売りまくってて、1本300ドルから、1000ドル以上みたいな。日本人では絶対この値段で売れないっていう包丁を海外のシェフに、月50カ国以上、年間で言うと100カ国以上にも発送してるんですけど、売り上げうなぎ登りで伸びてます。で、しかもその、ティプシーサケと同じショッピングカートを使ってるんです。で、彼らは5年先にやってるんで、どんなプラグインを突っ込んだらいいかとか、どんなアドワーズの設計したらいいかとか、どんな風な Facebook アドを売ったらいいかとか分かってるんで、ね、この中村さんって言うんですけど、中村さんと電話して、ちょっとスタートアップにエンジェル投資しないみたいな。中村さん何すか何すかみたいな。いや、ちょっと投資した上にちょっと支援してほしいんだけど、みたいな。でも中村さんってエンジェル投資とかスタートアップのつながりないよねって言ったら、全くないですと。僕はもう普通に EC で日本の伝統工芸を海外に売るだけでしたから、みたいな。いや、ちょっとやってみないと。そうすると、こうやっぱり、若手スタートアップとつながることによっていろんな刺激もあるし違うことも得れたりもするかもしれないしということで5分でこう何百万円というお金を投資するということを決定してくれたんですね。
で、その彼に入ってもらうんですけど、実弾投入としてはそのチューニングとか設定とかだけじゃなくて、この包丁を買う人っていうのは、ほぼシェフなんです。シェフじゃないと日本からそんな包丁買わないんですね。アメリカの 和食レストランのシェフが買うってことは、鮭を絶対置いてるわけですよ。で、この数万人のね、リストがアメリカにありますから、4割の売り上げがアメリカなんで、そこに、リストに、実弾で売ってますよね。みんな、鮭で飲んでんじゃないのみたいな。ティプシー鮭使ってみなよ、みたいな。メールマガジン行ってみたりとか、キャンペーンとか売ってみただけで、一気に売り上げドカーンって増えますよね。逆もまたしっかりで、こっちのお客さんは、また包丁売れるかもしれません、みたいな、そういうこのコーディネートをね、したりして、こう、成長軌道に乗るだろうな、というところを見えていますと。こういう CSO、エンジェルリストっていうのを今、始めていて、まあ、2社目、3社目って今進んでいるところですね。この中でも、投資受けたい方っていう方がいらっしゃったら僕にまた連絡いただいたりとか、あともう結構お金持っちゃってて、ちょっと若手の企業が支援したいんだよね、みたいな、僕のこれまでの経験を生かしたいんだよと。彼らから最新のね、トレンドとか、そういったもの刺激も欲しいんだよねっていう方は僕にまた、エンジェル側としても僕にまた連絡いただけたら嬉しいなと思ってます。そして今、まあ、半分ぐらいね、今日は知っておらっしゃいましたけども、ビジネス YouTuber はやっています。これも何かっていうとですね、戦略チャンネルっていうのを立ち上げていて、戦略チャンネルまだ知らない方はですね、今ちょっとスマホをちょっと出していただいて、YouTube アプリをちょっと出してください。YouTube アプリ入ってない方はちょっとダウンロードして、で、ちょっと僕をちょっとでも応援してやろうと思った人はですね、YouTube アプリを今開いていただいて、今2355人じゃないですか。これ昨日2350人ぐらいだったんですよ。福岡の公園の前は。で、ほぼ知らない人だったんで。で、それでこう、お願いしますって言ったら、バーッと30人、40人増えたということですね。どうですか？戦略チャンネルって YouTube で検索していただいて、チャンネル登録ボタンを押していただきたいんですが、で、戦略チャンネルって押していただいて、その右側にですね、ベルのマークがあるんですよ。今も登録してるよっていう方も、ちょっともう一回、今一度ですね、YouTube アプリを出していただいて、ベルのマーク見ていただいて、で、これをクリックしてほしいです。だからチャンネル登録クリック、ベルクリック。これ何かっていうと、ベルのマークを押しておくと、新しい動画が上がると通知が来るんですね。それしとかないとほとんど気づかないんです。だからチャンネル登録しても、見ないブックマークと一緒になっちゃうんですよ。ですから、ぜひちょっとこの一回クリックしたハの字のマークみたいなのがベルのマークにつくので見ていただいて、はい、それやっていただいて、で、ちょっと毎日一本上がるんで、うざいなと、見たくないなと思った場合は、ベルのマークを押すだけにしてください。チャンネル登録は絶対に外さない。それだけはもうここでちょっとコミットしていってください。ということで、どうですか？今クリックできました？できました。はい。ちょっとじゃあ更新ボタン押してみましょう。2355。2365になりました。おー、どうすかね。まだこの中で登録してないやつがいるんじゃないかな、みたいな。ちょっと目をつぶって下向いて、正直に手を挙げていただくっていう。小学校時代思い出していただいて、みたいな。というところで、もう一回だけクリックをしましょうね。えい！お、二人増えた。まだいるっていうことですね。ということで、ぜひお願いします。チャンネル登録&ベル。で、ベルは外してもいいけど、チャンネル登録はもう一生外さない。この戦略チャンネルの目的は、情報格差を是正したいなと思ってます。シリコンバレーに行った時に東京帰ってきたら、東京ってなんで3年遅れぐらいの情報しかないのって思ったんですね。で、シリコンバレーから帰ってきて東京の地方創生とかやってると、東京よりもまた何年も遅れた情報っていうか、全然そもそも人も情報も何も届いてないんですね。で、優秀な人がいたりするんですよ、地方にも。なのに、情報と人がいないから、その人は、その地方で、ポテンシャルが潰されてるんですよね。やめとけ、やめとけとかですね。やり方わかんない、諦めた、みたいな、もったいないじゃないですか。ということで、少なくとも、僕が日本のために何ができるかって考えたときに、この僕の持ってるノウハウぐらいは、無料で思いっきり公開して、で、YouTube だったら、どんな地方の人でも今だったらインターネット繋がってるから、見れるじゃないですか。そこで有料で僕がコンサルティングフィーとかオンライン講座でチャージしたら見ない人たちがいっぱい出るじゃないですか。それじゃダメだなと思って、誰でも見る状況にして、もう
見なかった人はそれはもう本当に自分の自己責任みたいなぐらいのところまで与えてみたいな感じをしてやっていこうと。で、どこでも誰でも必要な情報を必要な人に届けるということを今やっています。ですから、結構、このね、ビジネスチャンネル、じゃ戦略チャンネル見てて、いや、これいいの見つけた、これ知って、他の社員により俺は先に抜けてやろうみたいな、いいの見つけました、これちょっと自分だけで見ようと思いますとかコメントたまに来るんですよね。そういうちっちゃな精神はやめましょう。ギブギブ。動画でも言ってますけど、ギブギブギブ、ギブンみたいな。与えられる。与えて与えて与えたら、与えたのが大きいから大きいほど、必ず与えられる。これ、たらいの法則っていうね。たらいの水の中があると、押し出せば押し弾むほど、返ってくるっていう。そうね。ですから僕は YouTube で、今までの18年の経験を全部出し切る。これって、継続的に与え続けることになるじゃないですか。でこの与え続けることが大きければ大きいほど、まあ、いずれ返ってくるんじゃないかな。いずれどんな形になって分からないかもしれないけど、みたいな、そういう考え方で、とにかくこの YouTube チャンネルをギブンみたいなしていただきたい。そして、これがですね、また MyCSO であったりとか、講演のね、依頼にもつながったり、こんなネタ面白かったか、これ系のテーマで話してほしいですとかっていう話もね、つながったりしますし、CSO エンジェルリストの候補先企業であったり、エンジェル集めにもつながったりするなと思っています。でもビジネス YouTube 元年、僕は思ってまして、個人のね、エンタメ系の YouTuber は本当にもう、レッドオーシャンで詰まってますけど、ビジネス YouTube は本当に今年が元年です。ですからビジネスやっていく上で、ビジネス YouTube を考えないのは本当にもったいない。なぜかというと、もう SEO とかネット広告とかってもう競争が激しい。激しいし、SEO はロジック変わるし、みたいな。大変。で、SNS の広告は出し続けることはもちろんできますけど、出し続けないといけない。新規取り続けないといけない。大変じゃないですか。ですから、で、SNS、じゃあ Twitter とかフォロワーがね、たくさんいる人だったら、投稿したらそれで集客できると思ってるかもしれませんが、そういう SNS って大体投稿のね、2、3日後には無風になりますよね。なので、ずっと宣伝し続けたら、あいつのなんかタイムライン、宣伝ばっかりやなってなっちゃうじゃないですか。なので、それもしにくい。YouTube。継続するんですね。一度動画作ったら、継続的にアクセスされます。最初もちろん、SNS のように、ボーンって来るんですね。でも、YouTube ってずーっと一定来るんですよ。同じ動画が。動画が増えれば増えるほど、一定のやつがずーっと来るんですよ。積み上がるんです。で、しかも、YouTube は、先行者有利のモデルなんですね。TikTok は、新人でも大丈夫です。いきなり新人の動画がたまに流れてくると思うんですけど、あれが15秒に閉じた、15秒に制限した動画プラットフォームだから、いろんな動画めっちゃ見まくってる間に、新人のやつ織り混ぜるんですね。で、嫌だったらすぐ飛ばせばいいから、新人の動画を引き上げるようなプラットフォームなんですけど、YouTube はチャンネル登録数が多いとか、視聴回数、視聴時間が長いチャンネルほど上に上がるんですね。だから、強者がもっと強者になるモデル。だから今からヒカキンはじめ社長になろうと思っても、なかなか難しいんですけど、ビジネス YouTube はほとんどまだ誰もやってない。超ブルーオーシャン。絶対来る。しかも、Google の傘下の YouTube ですから、検索エンジンでも出てくるんですよね。例えば、戦略チャンネルね、検索したら、もちろんね、僕のとこが出てくるんですけど、戦略チャンネル、みたいな。で、これでこう、動画も出てきますよね。動画まで出してくれるわけです。Google だから。同じグループ会社だから。で、昔は、戦略チャンネルって検索したら、チャンネル戦略じゃないですかって Google ってさ、チャンネル戦略ってあるじゃないですか。そしたら、だんだん戦略チャンネルは戦略チャンネルのままになった、なりましたよね。で、その次はどうなるかっていうと、戦略って検索したら、戦略チャンネルではありませんかっていう時代が来るんじゃないかな。来させようと思ってるんですよ。そしたら戦略って検索する人全部戦略チャンネルに来たら戦略をね、無料で公開してるから戦略チャンネルに継続的にこう SEO でも入ってくるようなマーケティングにもつながるなと。こういうマーケティングもできますから、ぜひ YouTube をですね、立ち上げられるのをお勧めしています。ただですね、動画を社内で立ち上げるってかなりのこのパワーがいるんですね。でしかも顔出ししたくないっていう社員もいっぱいいますし、すごいキャラの濃い社員が独立したら一気にチャンネル死んじゃうとかね。そういうこともあるんで、僕の YouTube の師匠がいて、僕もその師匠のおかげで、今の YouTube がうまくいってるんですけども、その師匠を今僕派遣したりしてます。師匠を派遣するとどうなるかっていうと、
自前で立ち上げるようなこう得意なクリエイティブチームがあって、なんかこう立ち上げます、立ち上げれそうなパワーがある飲食店であったりとかですね、すると僕はもうそのまま自前でやった方がいいですよって言ってこれを紹介しました。1日 YouTube マスター講座で15万円で、フォロー1ヶ月5万円、まあ、ビデオ会議とチャット無制限で5万円かける3ヶ月でやってくれるんですね。これって結構安いなと思っていて、でその人はもともとテレビ局で働いていて、で、ケーブルテレビに移ったんで、なんていうかな、企画制作、撮影、インタビュー、編集、納品まで全部一人でやってきたんで、そのノウハウ全部持ってる人が、テレビ業界の人はあんまり YouTube 下に見てるから来ないですけど、この人は唯一、テレビ業界から来たんで、スキルもありながら、自分もアナウンサーでもありながら全部その一連のことを教えれるっていう人ですね。でも自前でやるのはきついと。いう会社さんは立ち上げ代行もこの人やってて、1ヶ月20万円かける6ヶ月やってるんですね。で、毎月4本から8本の動画を企画から出張撮影してくれて、編集してくれて、納品してくれて、アップロードするだけ、みたいな。で、6ヶ月だったら50本ぐらいの動画が上がるんで、そうするとチャンネルとしても1人前のチャンネルになるんですね。まあやっぱり100本以上の動画上げた方がいいんですけども、まあそれは継続すればいいだけの話なんで、6ヶ月20万円でもできたりとか、もう立ち上げるのも嫌やし、自社でも YouTube チャンネルもしんどいわってなったら、彼今 YouTube 事務所、YouTuber 事務所を立ち上げたんですね。これ何かっていうと、専門的な YouTuber をコーディネート&動画投稿してくれるっていう。これは何かっていうと、普通ヒカキンとか、はじめ社長とかでお願いすると、もうテレビの、ね、CM 代ぐらいもかかるんですよ。彼らは何にでも OK な YouTuber のエンタメ系とかですけど、この YouTuber 事務所にはチャンネル登録1万人以上ぐらいの専門的なチャンネルの YouTuber ばっかりなんで、自分のジャンルに合う YouTube の宣伝を作ってくれる。これ何がいいかっていうと、一回投稿されるとずーっと動画が残るんですね。動画残ってその YouTuber もどんどん成長していくんで、継続的にこう広告され続ける。一回の単発の多分10万20万ぐらいでやってくれるんですよ、単発で。このマーケティング、最初からチャンネルが育ってるところに出せるから、めちゃくちゃ僕はこれおすすめしたいマーケティングだなと思ってますんで、YouTuber の市場興味ある人また僕にも連絡いただけたらなと思ってます。じゃあ最後、またこれからの将来構想でお話ししたいんですが、もう第二の人生になったんで、もう思いっきり半年間もこう辛かった、精神的に辛い時期がありましたけども、もう思いっきり、爆発してやろうと思ってまして、今考えている構想はこの3つです。一日 CSO でどんどん、やっていくんですけども、上場企業で低迷してる会社を改善していく、事業再生もやっていこうと思ってて、やっぱ上場企業が再生された時のインパクトって日本経済にめちゃくちゃ大きいと思うんで、上場企業の事業再生やっていきたいなと思っていますと。で、あとは、香港とかですね、に移住して、今後日本のスタートアップが、調達するときに CSO エンジェルリストで最初の調達を手伝いますと。で、途中日本の VC が入ってくるんですけど、マザーズに上場するぐらいの株式から逆算した調達額までしか調達できないんで、もっと大きくいきたいのに日本では調達できなくなるんですよ。でも日本の会社に海外の VC が入れるって、シリコンバレーの VC は絶対入れないですね。シリコンバレーの VC は日本に興味がない。日本本社だと入れないっていうのが基本あるんです。シリコンバレーの VC が入れるのはアメリカ本社に帰ろうっていうんですね。だから日本本社の場合はもうアメリカの VC は入れれないルールになってるんです。で、まあ、ルールっていうか、アメリカの VC を入れたくない昔事件があったんで、日本のちょっと裁判所がミスって、そういう事件があって、入れないんですね。でも、中国のチャイナマネーは、すごい今、大きいじゃないですか。その辺とかもうまく、香港のファンドを通して引っ張ってこれるんじゃないかなと思って、で、僕はその、今、香港って TikTok はじめ、今、WeChat とかね、めちゃくちゃ進んでるんですよ。シリコンバレーが今、中国を参考にするぐらい今、中国の、スタートアップってめちゃくちゃ進んでるんですよ。僕らが今中国をパクらないといけないような、逆の現象が起こってる。で、お金も彼らから逆に引っ張る方がいいっていうぐらいの時期になってきてるんで、逆に僕がそのパスってまだ日本の人少ないと思うんで、香港に移住して彼らのパスを作りながら、中国のなんかね、ビジネス系のやつってやっぱり日本人使いたくないじゃないですか。なんか全部見られてそうみたいな。その辺をうまく僕がちゃんとコーディネートして、いいやつがあれば、なんかうまくいくような支援もできるんじゃないかなと。で、あとはまたね、日本人は結構アメリカは見てますけど、アメリカ以外の国ってあんまり見てないので、ヨーロッパのまだね、価値観とかを、面白い価値観とかをなんか日本に入れていけるような、将来ヨーロッパにもね、移住もできたらいいな、なんて今ちょっと
もうこれ究極の理想を今書いてますけどね。でも宣言して言い続けてたら当たり前になっていくっていうのが僕の、あのやり方なんで、もう言い続ける、壊れたラジオのように、壊れたレコードのように、壊れたなんとかのようにこう言い続けるっていうのをこうやり続けます。で究極は総理大臣が CS をやりたいと。神戸市長とか兵庫県知事は3ヶ月でもう兵庫県神戸にあの救世主が来てくれたっていうところまでは持っていけたんで、やっぱりその僕のやっぱりやりたいのは、会社立ち上げた時にこの日本 IT で日本を良くしたいっていうのはあのずっと根本的な思いとしてあるので、総理大臣自分がなるのは僕ちょっと政治家向きじゃないんで、総理大臣になった人にこうこうですよっていう戦略をいろんな経験を積んだ上でなっていきたいなというのが僕の将来の構想です。想定した通りですね、時間をだいぶオーバーしましたけれども、伊丹僕の講演はですねここで終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。そしたら10分くらいですね質疑応答の時間を取りたいと思いますので、あのぜひお願いします。手を挙げてお願いします。はい、ありがとうございました。本当にいろいろ参考になって、YouTube チャンネルもたらかしてたんですけど、やるかっていうふうに思いました。で、質問なんですけど、あの燃え尽き症候群っていう名前があったと思うんですが、モチベーションに関してなんですけども、その状態からこうどう戻るのかというか、僕自身で燃え尽きではないんですけど、ある種の停滞感というか、なんか、もうこんな感じかなみたいな、いう時期だったりあったりして、でもやっぱり僕、少し行きたいって思いもあるんですけど、そういう時にどういうふうにこうやってったものかなというのが思うところがあるんですが。そうですね、もうその半年間は本当にあの、カーテン閉め切った部屋で、お酒飲みまくりながら、もう本当にもう、自暴自棄みたいな感じでずっと大変でしたと。で、まあ、でもだんだんですね、その時に本当に芸能人の不祥事した人とかいるじゃないですか。僕もそういう状態になるまでは、またそんな悪いことして、みたいなね、覚醒剤とか、飲酒運転とかね、あるじゃないですか。でもその時期を本当に清原さんってこんな気持ちなのかなっていうのがすごいよね、分かったり、吉沢ひとみさんとかね、すごい飲酒運転で事故したじゃないですか。あ、でもやったことは悪いけど、でもこんなに今じゃあ僕よりもっと辛い思いしてるんじゃないだろうかみたいな、なんかその日本でかなり少ない吉沢ひとみさんの気持ちに共感できる一人だったんじゃないかなっていう思ってたんですけど、でもそこからやっぱり徐々に。まあ、なんていうんですか、時間薬っていうんですかね、徐々にこう僕も復活してきて、で Facebook にちょっと一回投稿してみた、それもすごいパワーがいったんですけど、投稿してみたり、でそこからまた何ヶ月投稿できずに、誰も Facebook メッセンジャーも返事できずに、ところから徐々にみたいな感じ で僕のまたあの動画の中に 105% 理論っていうのがあるんで、その動画をぜひ見ていただきたいんですけど、そういうふうにこうバーンってならないような、でも成長し続けれるような、継続的に成長し続けれるようなやり方みたいな動画があるんで、それをちょっとぜひ見ていただきたいなと。で僕は 105% 理論って言いながら 250% ぐらいで、やってたんですよ、この5月まで、去年の。なのでバーンってなったんですけど、今だからもう 105% 理論以下ぐらいでやろうかなって、その辺ぐらいでずっとやろうかなと思ってますけどね。はい、他にはいかがですか。どうぞ。CSO 関係なんですけども、はい、飲み友達が東大阪の町工場系なんですけども、そっち系とかも対応は可能なんですか。何でもいけます。何でもござれじゃない、何でもござれ、なんか、見ていただいたら分かるように、ここにも載ってない会社いっぱいあるわけなんですね。まあ、こんなの例えば、どうだろう。どんな会社があったかな。本当にこれ見ていただいただけでも全然違って、経営者最初見ますし、経営者見たら大体会社わかる。会社は一生の影、一人の将軍の将の一生の影っていう、経営者見たらイコール会社もわかるんで、その経営者がどうあるべきか、どうありたいか、どうあるべきかを見たら、あ、ここはなんか詰まってますね、人間ドックみたいな感じです。バーって見たら
男でも女でも年齢関係なくても人間ドックで大体こうどこが悪いか分かるじゃないですか。それの改善案なので、あの特定のジャンルだけっていうわけじゃなくて、しかもジャンルが違いが違うほど僕もあの面白いしやりがいがある。あの例えばここの中でないやつで言うと置き薬とか、あ、はい、置き薬業界とかすごい今大変なんですけど、置き薬業界に僕が行ってどう置き薬を広げていくかみたいなところをやったりもします。それは本当に大変な あのあれでしたけど、あのホテルもやりましたし、本当にだから、ね、接客業とか全然やったことないし、わかんないんだけども、でも改善案みたいなのいっぱい出せます。で、経営者がやっぱちょっとワンマンだったりすると、経営者ちょっと置いといて、社員さんの意見を聞いたりして、会社はどうあるべきかって社員からヒントをもらいながら、でも多分直接言えてないなっていうので、僕はうまく戦略の中に織り交ぜながら、社長にこう、うまくしていくっていうこともありますし、社名変更とかとかもね、もちろんその昔から使ってきた社名なんでなかなか変えれないじゃないですか。でも、あの、つけた経緯とかいろいろ聞いてると、これからやっていきたいことと今の社名って合ってなかったりするんで、それだったら社名も変えた方がいいし、プロダクトの名前も変えてもいいんじゃないですかっていうことも提案するんですけど、普通のコンサルってそこまで踏み込まないじゃないですか。僕はもう前提で、もうすべてガラガラポンで、やりたい理想はここで、今の会社のリソースはここで、どう行くべきかって考えて、でそのルートは見えるけども、今のリソースを使いながらどう行くかっていうところを指し示すんで、業種はそんなに関係ないですね。はい。ありがとうございます。他にはいかがですか。はい。IT ができないっておっしゃってますけども、はい。IT ができないで、どうしてこのお仕事っていうのがちょっと。あ、IT、あそこちょっと今日ね、はしょったんで、あれですけど、そうですね。あの、僕、体育会系で IT とか、逆にパソコンやってる人が逆に、弟が超エンジニアなんで、オタクだみたいな感じだったんですけど、あの、父親に怒られてですね、その、日本作ってるのはオタクやぞって怒られてですね、それでこう、なるほど、というところで弟のパソコンをちょっと借りて、そこからインターネットで物の売買始めたんで、僕みたいな IT に離れてる人ほどこの IT の力を使うべきだと思いましたし、高校生の僕が40代50代の方とネット販売、そのネットショップ的なやつで、メールだけだったら年齢バレないじゃないですか。 IT を活用すれば弱者に光が当たると。高校生でも社会人と対等だし、主婦でもビジネスマンとね、今だったら在宅でもできますと、当時からもやってましたけど、あとは健常者と障害者も IT をうまく活用すれば戦えると。これこそその、何て言うんですかね、僕の人生ミッションみたいなのがあって、頑張った人が報われる社会を作るっていうのが僕の人生ミッションですよ。頑張ってるのに、例えば階級とか、なんかその家庭環境とか、生まれた国によって、こう報われないって、すごいなんかせっかく同じこう地球に生まれたのに、生まれた環境だけでなんか決まってしまうって、今までだったらインターネット以前だったらそれで仕方なかったと思うんですけど、インターネットってそれを全部フラットにしてくれる、フラットに戦わせてもらえる技術だと思ってるので、インターネットを活用したらもうね、今までだったら諦めてた君も諦めなくていいんだよと。チャットワーク作った時もなんで最初からグローバルかっていうと、我々日本に生まれたから、ある意味勝ち組ですよね。世界的に見たら。でも、もっとね、アフリカとか、すごい東南アジアの貧困国とかに生まれたりすると、それだけでも勝てないけど、いや違うんだよと。英語とコンピューターさえできたら、あとはね、コミュニケーションチャットワーク使ってくれたら、仕事は世界中から取れるんだよみたいな、そういう人たちにこう、可能性を、光を当てるっていうのも意図して、あのチャットワーク作ったとこもあるんですよね。っていうところで、だから IT に興味があるけど、僕がプレイヤーになる必要はないなと思ってて、僕は何ができるって、何がどうあるべきかっていうのはすごいパッて見えるので、IT はこうあるべきだという時に、その、こういうツールで、僕が最後のまたフィルターになればいいと。僕が使えたら、農家の方でも使えるんです。僕が苦手だから。こんな機能いっぱいあったら使われへん、もっとシンプルにしてくれとかですね。UI もちょっともっとわかりやすくしてくれとか。かっこいいのももちろん大切だけど、使いにくかったらダメだということで、あの、僕が全部せき止めてたんですよね、そういう。っていうところもあって、だから、チャットワークは IT 企業以外にも広がってるのは、そういう
フィルターが効いてるっていうのもありますということですね。もちろん、その最初にそのチャットマークをおやりになったときに、ID さんのパソコンができないとおっしゃったんですけど、どうやってそのやり方っていうのを見つけていかれるんですか。やり方、うん、プログラムって、プログラムはできないです。うん、それをその、プログラムで、ね、っていうんですかね。ああ、IT ができないのにどうやって、じゃあ今やってきたかってことですよね。まあ、チャットワークの前のね、業務効率アップとか、その SEO 対策みたいなこともやってましたけど、最初だから、ネットサーフィンってこと。なんかこれはまた一つ、ネタとしてあるかもしれないんですが、こう、目的っていうか、思いとか、ビジョン、意図があれば、もう方法は無限大っていうのがあって、例えば、富士山の頂上に行きたいんだっていうのがあれば、富士山の登り方は無限大なんですよね。東西南北のルート、空、地上か、地中から、どこでもドア、何でもいいわけですね。で、僕はもう、高校生3年生の時に、この IT という技術は、もう日本中、世界中の人が使うべきだ。特にその時は日本しか見てなかったから、日本中の人が使うべきだ。学生も使うべきだ。ね、それでも誰も周り理解してくれないですよ。でもこれはってなってたんで、そうすると、そこにアンテナが立つじゃないですか。アンテナが立つと、そっちにこう、情報収集の目がこうね、引っかかるわけですよ。そうすると、なんか、そうやってうまくやってるとかですね、こういう情報が入ってきたり、そういうつてにこう、つながったりする。そこへの思いが強ければ強いほど、後からその、こう、手段とか道具とか人とか情報とかは、入る。思いが強ければ、実現できるっていうことだと思います。僕ができなきゃいけないかな。できた方がいいかもしれないけど、できたら見えない世界もあったりするんで。僕いつも客船に例えるんですよね。船長は船長で、船長の視点でおらないといけないと。もちろんその客室も見た方がいいし、ね、エンジンルームも行った方がいいかもしれないけど、僕はエンジンルームはエンジンルームのトップ。客室は客室のトップに任せながら、でも俺たちはこういう目的地に、こういうルートで、こういう体験をユーザーにさせるんだっていうことが一番大切。そこは CEO プラス CSO をちゃんと見定めたら、あとはもうそこはね、下は任せながら、もちろんチェックはしながら、下の人も行くところは経営者に任せながら、やっぱりそこをね、船長が全部やっちゃうと、船長が実務やってる会社はタイタニックっていう動画もあるので、またそれをね、見ていただいたらと思うんですけど、っていうことかなと思います。楽しいお話ありがとうございました。今、大学生なんですけど、最近、自分でもこういろんなことをやってみたいって言って、こういうのに参加させてもらったんですけど、さっき頭のいっちゃってる人がいたっていうお話があって、新しいことを生み出す01の人って結構そういう人が多いっていうイメージがあるんですけど、そういう人にこう出会うにはどうしたらいいかなっていう、なんかそういう機会ってなんかあったりしますか？まあこういう場に出てきたり、そういうなんか、集まってるんじゃないですか、そういう。学生だったら学生のその、とんがってる人たちって、とんがってる人はとんがってる人につながってるじゃないですか。そこのとんがりのメンバーからさらにこう、広げていくのがいいんじゃないですか。で、あとは、東京もたまに来た方がいいですね。京都でいいんですけど、東京もたまに、情報と人脈のつながりとかを、パスを作った方がいいと思うんですね。両方、必要だと思います。東京っていうのは、その、母体が人数が多いから。全然、同じその、経済規模で見たらそんなに差はないっていうふうにもしかしたらあるかもしれないんですけど、スタートアップで言うと、東京はやっぱり何、3席、さっきのメンターの話じゃないですけど、3週ぐらい進んでるんですね。シリコンバレーはさらに10週ぐらい進んでるぐらいのイメージで、全然違うんですよ。人も情報もお金も全然違うんです。そこの、なんていうかな、例えば、シリコンバレーにいなくても別に日本でもグローバル展開できるんじゃないかって言われても、シリコンバレーにしかないマーケティングとか、シリコンバレーにしかいない人材とか、シリコンバレーしかない資金力とか、
そういうそこにしかないものってあったりするんですよね。もしスタートアップやっていくんだったら、日本でスタートアップやるんだったら東京は外せないんですね。でも京都ももちろん拠点あったらいいと思うんですけど、その両方のエネルギー、それをなんか結構固執して絶対ここだけやらなきゃいけないんだって言ってると、それはさっきのガラス棒と一緒ですね。成功して還元すればいい、オフィス作ればいい、そういうしがみつくのはガラス棒だと僕は思っていて、でつい最近もスタートアップ のメンタリングした時に、音楽業界を変えるようなSNS を作るんだっていう学生がいたんですよ。いや、思いは素晴らしいしいいけれども、僕の父親は音楽スタジオやってるから、音楽業界がどんだけ大変かも知ってるし、音楽業界の人たちも君とか君以上に音楽業界のこと好きな業界だから考えてるし、それでも実現できないの君はなんでできるのかというねところがあって、それだったら、で僕父親にも聞いたんですよ。こういうこと考えてる人がいたんだけどどう思うって言ったら、それはいらんなって言って、それよりも儲けて財団作って音楽業界に寄付してもらうのが一番ありがたいわってそういうことなんですよ。なんか何かに固執して、それは一時的にはいいんだけれども、そこで死んじゃうんだったら、なんかこう、うまく取り入れて、そこはプライドとかなくて、とにかく日本が良くなればいいので、日本が良くなってちゃんと自分の地元を大切にした方したらいいという、そういう違う発想の転換というか、持つべきかなと思ってますけどね。地方創生も僕はそう思ってます。みんな自分の地方にこだわりすぎてるんで。僕はだから谷川プロジェクトっていうのは、人をみんな欲しい欲しいって言うんで、人口減ってるのに人欲しい欲しいって絶対無理じゃないですか。雇用欲しい欲しいって。それはみんな欲しいけど。で、うまくいった地方創生、地方のが、のアイデアをみんなパクるから、とんがってもすぐみんな横並びになっちゃって全員で沈んでるんですね。これって絶対無理ですよね、と。で、僕は谷川プロジェクトやるときに逆転の発想で、人を育てて送り出します、というプロジェクトをやったんで、なんじゃそりゃーと。いやいや、送り出すんですよ。で、送り出すことが僕、ギブギブギブンっていつも言ってますよね。たらいの法則で、送り出したら送り出すほど、結果神戸も盛り上がるんですよ、と。向こうも盛り上がるし、神戸も盛り上がる。みんなウィンウィンウィンになるのは、そういう逆転の発想なんですっていうことなんですね。はい。はい。代打俺みたいな。はい。戦略チャンネルでもまだ始めて2ヶ月のぐらいで、3ヶ月ぐらいですね。はい。やっぱり一番解説した最初ってゼロじゃないですか。はい。ゼロから2000に持っていくまで、どんなことをされて、どんなことを意識してやってきたとか、いろんなやり方ある中で、こういう考えでこのやり方を選んだとかあったら、ぜひお聞かせください。そうですね。やっぱり僕はもう本出したらいいのにって言われるんですけど、僕はもう本は絶対出さないんですね。なぜかというと、基本有料だし、一発にかける時間がめちゃくちゃかかって、で、まあ、印税とか別にどうでもいいんですけど、有料だから届く人ってすごい限られてるんですよ。でも YouTube だったら、めっちゃ届くじゃないですか。で、しかも、YouTube がいいのは、改善が効くんですよ。この改善のこのループを回せる、YouTube って。なぜかっていうと、投稿してこれを受けるだろうと思ったら、毎日投稿するじゃないですか。毎日アナリティクス見て、あれこれ受けると思ったけど、ちょっとこれは僕のニーズに合ってないのかなって質問した方が、で、それで改善のループを回していくことができるんですよ。本って一冊出すのにやっぱ何ヶ月もかかったりして、出したけどこけたらめっちゃ痛いじゃないですか。溜めて溜めて溜めてこけるみたいな。YouTube って動画、僕どうだろう、今なんかもう超効率化、今動画作る効率化できてて、でそれで本当に3時間で3本作るんですよね。普通の YouTuber って1本につき55時間6時間かけたりするんですけど、僕はもう超効率化して、やっぱり僕は気合でやり続けるっていうの向いてないんで、仕組みでどんどん改善してどんどん楽になっていってどんどん上がっていって、今だったらだいぶ動画もね90本ぐらいになってきたんで、アクセスもどんどん増えていって、皆さんも広げていってみたいな感じ。何やって1000とかいったかってことですか。そうですね。質問、僕ね、質問、自分の話で盛り上がっちゃって自分の質問忘れたり、2問質問されると1問目は必ず忘れるんですけど、ゼロからどういうやり方で増やしていくためのチャンネル登録者数を増やしていくために目的として何をされたかみたいな。何をしたか、もうとにかくこれビジネスと一緒ですね。仮説検証して競合じゃないけど
うまくいってる人をめちゃくちゃ分析して、僕の持ってるキャラクターだったらこういう場所は空いてるだろうって見てやってみた、想定と仮定仮説と違った、何が違ったんだろう、この切り口はどうだろう、この切り口はどうだろう、この切り口はどうだろう、やってみたら思わぬ動画がヒットする、これがヒットするんだったらこれもヒットするんじゃないかみたいな。でそしたらちょっとブーストするためにだいぶチャンネルが出来上がってきたね、広告でも売ってみるか、売ってみたら伸びるけどバッド評価が結構つくんですね、広告って。なんか再生回数伸びるんですけど、 YouTube に結構エンタメ見に来てるから、チャンネル登録も増えたんですけどバッド評価も増えるからもう嫌やなと思って、途中でも広告も大体分かった、やめますとか。で Facebook でも宣伝してみたらどうなるかな、公園で強制登録してもらったらどう、誰の、びっくりした。で公園の強制登録が一番効果的っすね。あとは皆さんの明日までにね、シェアいただくとか、このね、ぜひバイバイゲームでいけるとありがたいなと思ってますけど。はい。他にいらっしゃいます？大丈夫ですかね。じゃあこの後もそのコンサルのやつなんですけど、はい、コンサルのやつって、集客が中心かもしれないんですけど、いや、そんなことないです。財務も。財務もあります。財務の本当のプロフェッショナルは僕また後で注入しますけど、財務の何が問題かって見極めて、ちゃんと見えてないんだなと、見える化ができてないのか、もっとそのなんか、売上とか利益のその決め方が、値決めが悪いのか、なんか見極めて、それの問題によって、財務改善も入ってますし、仕組み作り、僕の仕組み作りすごい趣味なんで、もう自動で回るような仕組みであったりとか、業務効率はもちろんのこと、経理念、経営ビジョンであったりとか、組織改善、幹部育成、持続的成長、PR ブランディング、マーケティング、新規事業、プロダクト開発、もう経営全般全部見てきたんで、それ全部やりきったんで、さっきの本、Amazon で総合1位取ったって言いましたけど、全部あれぐらいやりきったんで、もう全部、なんか皆さんがこうぶち当たる問題言っていただいたら、あ、それはこうっすねってこう言える感じなんですよね。財務はこうっす、みたいな感じでも言えます。で、細かいその、ね、財務の本当に分析とかになってきたら、それってデザインとプログラミングみたいな感じで、僕よりプロフェッショナルがいるけど、そのプロフェッショナルにこうしてくれっていう指示だけ出して、あとはそれでプロフェッショナルと一緒にやる。YouTube もこういう風なチャンネルを作ったら、御社のビジネスモデルと会社に合ってる。で、あとは師匠を派遣したら、あとはどのカメラ使って、どういう喋り方して、どういう風に編集したらいいっていうのは、それ僕の役割じゃないです。その前の戦略の段階が得意なので、財務が得意というのは財務の戦略を立てるっていう感じですね。ありがとうございます。はい。他には大丈夫ですかね。じゃあここからですね、4時50分まで交流タイムにさせていただくんですけど、あ、そしたら最後ちょっと僕から質問してもいいですか。あ、お願いします。ちょっとマイ CSO をお願いしてみてもいいかなと思った方いらっしゃいます？あ、お一方。ああ、ちょっと YouTube の師匠に興味あるなっていう方いらっしゃいます？あ、一方、1、2、3、4、5、お、すごい。YouTube 市場人気なんですよね。マイ CSO より人気っていうかちょっとね。昨日もそうだったんですよ。昨日マイ CSO に YouTube 市場が6みたいな。じゃあ人数が多かったんでね。特にマーケティングの勉強会だったら余計マーケティング興味があったんですけど。ちょっと昨日福岡の場合6人いらっしゃったのに5人ぐらいしか飯交換来なくて。ちょっと今手挙げた方は必ず僕にマイ CSO ですとか言って、YouTube ですって言ってちょっと名刺を渡してください。そしたら連絡しますのでお願いしますということで、はい、ということでありがとうございます。はい、実はですね、交流タイムはもうどんどん移動して交流していただこうと、皆さん参加者同士の横のつながりを作っていただこうと思っているんですけども、ぜひ山本社長にも個別に相談したいこととか相談していただきたいと思ってまして、1人30秒ずつですね、ポン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 自己紹介で、今日どんな活動してる人が来てるのかなって分かったら、その後自分が興味ある方にどんどん突撃できるので、そういう感じでやっていきましょう。ということで、お名前と、どんなお仕事をしているのか、どんな事業をされているのかを、30秒ずつ
説明してください。じゃあ、もう初めこれから回していきましょう。でも、ここからいきます。起業家シェアハウスみたいな、起業家シェアハウスのような非日常体験を提供する住まいづくりをしていまして、全国に今起業家シェアハウスのようなコンセプト特化型のシェアハウスを18棟運営しています。で、今年は非日常体験を提供する